本当に？本当にやるの？このゲーム。やろうって、ね、やろうみんなやろうよ楽しく。やりたいな。よしじゃあやっちゃうぞ。レッツオインク。ね、ちゃうわ。レッツプレイオインクゲーム。イエーイ。盛り上がっていこうぜ。敵ガン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 砂ザメ砂ザメスウォーホー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 ツープラトンじゃあ、あれみんな放送始めた感じですか、はい、始まったよ砂ザメ砂しか緩急は感じてないんだから緩急ってツッコミはおかしいよね、うんああ、ね、そっかそういうガンダシも来るかだから一歩も前にも後ろにも地雷があるなこれ。なんでそんなこと言うの？砂溜めさんは頑張って企画してくれたんやぞ。でもでもだってだって。優しい。だってだってなんだ。優しい言葉の刃ってのもあるんですよ、フルコンさん。それを。もう何でも刺さるんやったらどうしようもないじゃん。確かに。うん。もうじゃあもうハゲとか言うよねストレートに。ナイーブなのナイーブな感じなの今そういう言葉にナイーブな時ってあるじゃんそういうのが。はい、うん、なので、皆さん放送始めましたでしょうか。もう始まったよ、はいあのはい、始めたけど全然違う部屋のディスコードを下に出してしまったズズとかがアマンガスしてた今アマンガスしてるあるあるマジであるわ フォンって出てきてめちゃくちゃ今日こんなに人いないのこのゲームどこに出すのがいいんやろね。うん、一応右上が良さげではあるけど、であとなんかこのゲームちょっとねデフォルトが結構他ゲームと比べて大きかったりするので、はい、なのであのまあまあ最初こうわちゃわちゃ話しながらあと BGM 皆さん音量大丈夫ですかっていうのをまあコメントと調整していきましょう。まあ多分自己紹介は多分もうしなくてもいいと思うんで、大体じゃあ自己紹介というかこのくらいの声で喋りますよろしくお願いしますくらいな本当に。じゃあ砂溜めさんだけあれやってよ。僕のこと知らない方もいらっしゃると思うんで自己紹介したいと思いますからやって。はいはいはい、なんでそんな無茶ぶりするんだよ砂さん。やめろよ。この中でそういう無茶ぶりが一番苦手だって分かってるでしょマオ君も。だから言ってるんだよ。なんでそんなことするんだ。クソだな。クソだなこいつ本当に。まあまあじゃあじゃあ普通にディスコードのまあ一言ファンじゃあこの誰で何々でこのくらいの声で喋りますお願いしますくらいのやつじゃあファンキーさんからお願いします。はいはいファンキーと申します。出た、はい、もっと声大きい人じゃなかったっけあなた本当は。な感じですよろしくお願いします。じゃあ 200% にちょっととりあえずしときますね。はいよろしくお願いいたします。ファンキーさん、はい、これ以上の声で今日喋ったら怒るからね。なんで抑えてるの。抑えてるちゃんとちょっと喋ってくれちゃんと。はいよろしくお願いします。おこいつこいつぶっ飛ばすぞマジで。一体160ぐらいにしとこうちょっとファンキーさん出たきゃはい、あ音量にバランスがすごいのよもう上上がったり下下がったり、ね、そうね、はいじゃあ次真央さんお願いします。はい真央です。よろしくお願いします。このガリで喋ります。よろしくお願いします。はいよろしくお願いします。じゃあまあ私いっちゃいます。はい砂ザメです。だいたいこのくらいの声で喋ると思います。よろしくお願いします。はいじゃあひらさんお願いします。はいどうもヒラです。これぐらいで喋ります。よろしくお願いします。初期の出し方分かってない時ぐらいの声の出し方するじゃん。今も分かってないよ。いや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 、ね、もうそんなね、うん、もう百戦錬磨じゃないですかもう、ありがとう、うん、なんかいろいろ
今日選んだ数あんまり出てこなくて百戦錬磨やめてほしかったな。何にも出てこなかったね。ちょっと本当にびっくりした。何も出てこねえ。こんなに引き出し開けたら中身がなくてびっくりしちゃった今普通に。今出た出た出た、大丈夫大丈夫。今出たから大丈夫その感じ。スナさんだよ、いいよいいよ。ありました、よかった。下着出てきてた今、大丈夫。お気に入りのブラ出てたよ、大丈夫よ。お気に入りブラ出た、メンズブラ出てた、大丈夫。メンズスポブラ出てた出てた。はい、じゃあフルコンさん、喋る声お願いします。はい、はい、僕のこと初めて見る方いると思いますので、名前だけでも覚えて帰ってください。フルコンです、よろしくお願いします。よろしくお願いします。綺麗なフルコンさん出たな今。何も言うこともなかったよなんか。ズズルートからスッと戻ってきたんだもん。別に俺ズズルートじゃない、これ普通のなんかね、あの挨拶しようってやから。新ガイア、新ガイアのなんかこれがね。この振りが全部ズズのせいだな。はい、じゃあこのくらいの音量で喋って、 BGM はだいたいまあ皆さんおのおののなんか放送で流れてるくらいなので、じゃあコメントのおのおののコメントの皆さんなんか BGM、 この人がでかいこの人が小さいみたいのがあったら、ちゃんとおのおのの放送主にツッコミお願いします、うん、コメント、うんうん、皆さん、うん、じゃあしばらくコメントとにらめっこしつつ、みんな音量はどう、はい、まあでも大丈夫そうかな、私のところは、うんうん、いい感じ、なるほど、ありがとう。はい、じゃあ早速ゲーム始めちゃいます。はい、はい、じゃあ最初はそのエセ芸術家ニューヨークへ行くっていうゲームからやるんだけど、はい、知らないとか初めての人って、初めて、なんでそうなの、うん、初、このアナログのやつもやったことない、ない、あ、マジか。そうなんだ。マジか。イメージだった。ファンキーもない。多分ないと思う。チキヤ君はいかが？僕ね、はるか昔やったことある。うん、ああ、うん、なるほどなるほど。まあ、多分 やりながらの方がなんか説明しやすいと思うんで、じゃあ、ひら、じゃあ、もしもひら君もちょっと忘れてる可能性がじゃああるかもしれないので、じゃあそこら辺ちょっと、最初の1ゲームだけはちょっとルール説明しながら、オッケーやっていきます。はい、はい、じゃあゲーム開始します。よ、勝負だ勝負だ。砂染さんのアイコンだけなんか猟奇的な変態みたいな。どこで変えるかわかんないんだよねこれ。あ、右上ちょっと邪魔かなこれ。はい、何これ。まずいいお絵かきしたいものを選んだらいい。これだな、なるほどね。あ、まあこれ大きなテーマ、大テーマ、大テーマね。そう、大テーマ。あ、なほね。うん、で次に来るやつは読んだらあかんで、うん、これ次はあの言わないでね、秘密。はい、うん、うん、あ、これね、はい、あ、はいはい、テーマは OK、でテーマは日用品 で今回のお題っていうのが誰か一人だけね表示されてない人がいるんですよ。ああ、なるほど。みんなは表示、日用品のあるものが表示されてるんだけど、一人だけ表示されていません。はいはいはい、っていうのを、バラさずにお絵描きをしていくゲームです。じゃあまあ例えば砂ザメからなんで、で砂ザメはその日用品のテーマを一応知ってるふりをします。まあ、仮に、うん、でまあ、で知ってるふりをしてて、だからまあ日用品の、ああこのテーマだよね。で一筆書きでそのテーマを書いてくださいと。はんはん、ただバレバレじゃダメです。そう、なんかこの、あ、なるほどね、濁すのね。このテーマを知ってる人にだけ伝わるような、でこの砂ザメがこの線を引いたってことは、うん、砂ザメはテーマし、はいはいはい、お題知ってる人だよみたいな。ああ、なるほどね、はいはいはい、うん、おー、いや、この線ではわからないな。リアルタイムで書いてるのがみんな見えんの？あ、見えてる見えてる見えてる。オッケーオッケー。そうで、ファンキーさんも今回のお題を知ってるふりをしてね、はいはいはい、マオクそう書いたってことは本物っぽいねみたいなとか。なんかむちゃくちゃなんやけど、どういうこと、どういうこと、遊んでない。遊んでないよ、おかしいだろ。これファンキーさん、ファンキーさんやってるね、ファンキーさん。やってるな、ファンキー。なんか初見だな、これはやってるな。やってないよ、やってないよ。やば、じゃあな、俺ね、これね、やりすぎ。ちょっと待って、よし、ちょっと変じゃない？よしよしよし。それどうせんじゃないの？誰か一人だけ知らない人が、お題これ。あ、強いな。
うん、強いね。これは強いよ。で、まあまあまあ、例えば、うん、まあまあ、これで多分伝わるんじゃないのかな。あ、弱いな。あ、ちょっと違うね。もうおかしいやん。ちょ、まあ、アイコンが強い、ちょっと。ちょっと、うん、アイコン確かに。ね、一筆書きがきついな。え、何それ？角は強いよ。きついやろこれ。ひとし、あの、向こうに行きたいができない。そうなのよ。うん。うん、おお。で、まあ、あの、この中に一人だけお題知らない人を、まあ、もちろん推理しながらね、並行してね。むちゃくちゃやな。はいはい、あ、じゃあまあまあいいよ、ほんじゃ、こうしようか。はい、ああ、はい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 。どうなんだろうな、うん、なるほどね。フルコンさんしかちゃんとやってねえ。俺だってちゃんとやってるよ。それは、ね、あのお題を知らなかった人をじゃあ投票してください。これこの人でしょ、うん、この人でしょ、この人でしょ。これはこれだろ。てか言うてもええんか、これ別に。あ、まあまあ一応ね、あ、あ、そか、まあ言わん方がいいかな。人 に乗って投票する可能性があるから。あ、確かに、確かに、うんうんうん、そうそうそう、でしょう、でしょう、でしょう。めちゃくちゃやもん。ただおかしい、なんでそうなんの。あ、うん、あ、ファンキーさんやりすぎ、マジで。いやいや、絶対、そこは嘘やん。何を書いてたんですか、これは一体。キーさんやりすぎやろ。これで例えば仮に真央くんが、まあ、当てられちゃったと、うん、に当てられちゃった時にも一発逆転のチャンスがあって、うん、そう、お題が分かればね、真央くんがお題が分かれば、うん、あなたの勝ち、そう、もう神の一人勝ちっていう、そういうことか。あー、この中から選べばいいのね。そうそう、自分が本物だっていうのをアピールしすぎちゃうとここで負けちゃうっていう。新聞でしょ、これは。そういう方なんだな。マジで合ってた、合ってた。ノートかと思ってた、なんか。そう。でもね、選択肢があるからね、意外とわかんねえよな、これ。ああ、なるほどね。そう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 。ね、意外とわかるから、いい、なるべくこうわからないように一発逆転されないようにしたいんだけど、それを過ぎるとお前が、芸術家だろうっていう風になっちゃうから、まあ、そう。そうなんだよね。なるほど。いやー、なるほど。ファンちゃんわかっただわ、これ。ファンちゃんわかった、いただきました。はい。あ、これ大阪だとおもろいやつなの。俺東京向けに今やったんですけど。いや、これ大阪やと全然受けへんよ。うん。でも逆に。ファンちゃんボコボコとダメなの？それ大阪。ファンちゃんボコボコじゃん。あ、これも。ファンちゃん。これは。これは。これだわ。これはこう、はい、ああ、やっぱ来たね。楽器キー、はい、ね、はい。じゃあ、こっからはルール説明、まあ。おしゃおしゃ。じゃあ、はい。サクサクっとじゃあ、いっちゃいましょうか。はい。なるほどね。まあ、これは誰か一人お題が分かんない人がいます。どこまで行くか、ね、難しいところですね。はい。なるほど。ラッチの、まあ、で、順番はじゃあ、ヒラ君から。俺、ラヒがあれやんなかったら、俺、ラヒアウトだと思うね。あれを、ま、このお題はまずあれをやるよ。いや、怖い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 。なんだよ、なんだよ、そのプレッシャー。うん、分からん分からん。いや、あれって何、あれ。あれって何、あれって。ラッチャ、あれやって、あれやって。あれ、あれやって。あれ、あれ、これあれ。あれやったなぁ。あれやったなぁ。なんだ、それ。あれやったなぁ。やったよ。で、これね、でもほんま、ごめん、下ネタで。はい、あ、じゃあ最低最低。あ、でもこれファンキーさん炙り出せるかどうか決まってくる。そうやな。あ、ちょ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 ああ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 あこれ絶対違う。スラサメさん乗ったね。スラサメさんこれ乗りました。やばい、これ。ああ、いやいや、乗ったな。なんだこれ、相当の理由か。あらら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 ら
あれだな、フルコンさんだな。フルコンさんでしょ、フルコンさん。フルコンさんかな。いや、俺はね、一周、じゃあこれね、一周目である程度信用取れたと思った場合は、題名を、題をばらさないように2回目めちゃくちゃするとかもあり。そう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 。上級者の立ち回りしてくるじゃない。結構2周書くと分かっちゃうからね。そうそうそう。ああ、砂ザメは白い。そう、なんか多分ね、一応信頼も得つつっていう感じで。いやいや、これ信じてくれないの、マジで理解者じゃない。これすごいな。上級の立ち回り。いやでもむずいな、これマジで。むずいね。するところが分かってしまったばっかりにやばいな、これ。これね、ファンキーさんは違うね。わからん、それな。これわかんないの、マジで。でも、俺は大丈夫でしょ、さすがに。でもね、砂サメさんのあれはね、ちょっと。これじゃないの？砂サメさんのあれ白いんだよ。フルコンさんのあれも。じゃあね、これね。割れたね。あのね、これバレたんやと思うねんな、もう。どっちにしろ。あ、なるほど。そう、ほら、砂さんやと思ってん。あ、そうか。あ、1個目、多分分かった。これね、砂さんバレたんやと思うねん、そう。1回目は明らかにやってたから。1個目露骨だったね、あれは。1個目は合わせに来てたから、完全に。1個目マジで分かんなかった。確かになぁ。いやぁ、そういう勝ち方あるか。そうやね、だからね。そうなんですよ。だから当ててても負けてたんよな。だから結構ね。ありますね。ああ、バレんのよ。マジでわからんかった。一周目すげえやってたのは、あそこをもう決定打にすればよかったな。一周目。そうだね。最初ね。だそっからもう、うん、ヒント出さん方がいいっていうね。ああ、なるほどね。そう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 。むしろ下ネタにした方が良かったかもしれん。うん、いっそ、ね、下ネタにするとね、ちょっと上級者向けすぎたんだよね。せめてシンプルなチンチン書きたかったよね。そうね。2頭の2頭を持つキングレックスやったからな、今。シンプルなチンチンではなく。2個あるから、これになるね。これは上になると思ったぜ。なるほどね。なるほどね。これさ、バレちゃダメなのか。バレちゃダメなのか。なるほどな。書きたいものあるんだけどな。うわ、砂爪さんやってんね、その発言。ああ、なんかにね。すげえやってるわ。いやいや、もう。じゃあ、まあまあ、どこまで行きたい、みんな。どこまで行きたい、連れてってあげるよ。でも、信用したいからな。そうね。初手は信用したいな。うんうん。めっちゃ書くやん。出た出た出た。めっちゃ書くやん。出たねー。あーでもこれ、うん、これは後続のやりようによっては書く、うん、隠し通せるんじゃないの？いやでもこれ多分、うん、多分ね。あどうしようかな、どのくらい行こうかな。でもね、信用はね、あとね、うん、俺2週もう1週目で信用取ったからね、2週目はね、すごい。これ一応ぶっちゃけ信用取る、一応自分これでいきます。あの出た地面、出た地面、はいはい、これ完全に置いてる。いや、これはい置き、はい置き、これは置き、これはない、マジで地面書くのはない、マジで。これは置き、これはあの2週目で絶対信用取れるからっていう自信。よし、これバレない。いや、これね、これ逆にバレない方に。いやでもいろいろいると思うよ。いや、これ乗っかりって思われるのも嫌なんだよな。あー、分かった。ファンキーさんを信用するか否か、ここで決まる。あーあー、ちょっとなー。あーあーあー、どういうこと？え、わからんそれ。どういうこと？いや、なんとなくわかったよ。え、わかる？これで。え、わかる？え、じゃあフルコンさん、これに補修して。いや、でも、じゃあまあまあいいよ。いや、補修して。それでフルコンさんとファンキーさんを信用する。あ、わかるわかるわかる。フルコンの意思がわかった。わかる。何これ。え、じゃあ俺もめちゃくちゃやるよ。いいよ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 。うん、もうマオはもうマオなんかギザギザ書くん好きやな。自分は2周目でちょっと信用得なくちゃいけないんで。ねえ、砂爪さん俺もう引いてる、うん、今もうだいぶ引いてる。あ、だからでもかといって犯人にバレないようにしたいんだよね。
いやいや、もういい。スナザメさんは今やることは信用を取るところだからね、スナザメさん。はい、もう終わり。これ、これ、はい。これ、これいけるでしょ。あー、なるほどね、なるほどね。なるほど、スナザメの意思分かったわ。分かんねえ。なるほどね。だから、2周目で絶対生きる自信があったんだよ、本当に。よし、ね、保管してほしいな、これよ。うん、難しいな。そうだな。これ、平さん、ちょっと、何も仕事してなくないですか。いや、結構してるって。してる、うん、これ、もう、格取れてると思っていいのなら。うん、まあ、じゃあ、そこのラインを信じるよ、俺は。ファンフルの。うん、よいしょ。ファンフルが、いや、なんか、うん、分かり合ってるから。僕は、それは。いや俺はもう信用取れてる手でいくよ、うん、俺真央くんと、うん、真央くんは大丈夫だと思ってんだけどな、あれ以上言ったらバレるだろう。これはこういくよ。何これ、あ結構長、あ、あ、いいね、出来上がってる、出来上がってる。俺はね、ちょっと待てよ、ここやと思うねんな、俺はね、ここだと思いますね。これはもう角でこれやろ、ここじゃないのかな、どうだ、あ、そこなんや。これどうなんの、同票は。なんかね、ランダムだった気がする。同票はね、確かエセの勝ちだった気がする。あ、そうなんや。そこか。やっぱラッキーだよな。よっしゃ、危なかった。一か八かで角書いてきてたもんだって。そう。俺ユニコーンかなって。強い。あ、これスフィンクスか。あれ、うん。そうかー、よし、一か八かの角が当たってるからな。違うかー、二度あるかよ、角があるよ、牛やもん、だって牛じゃん、牛やもん。え、違う、ミノタウルスって上人間じゃない、え、ミノタウルス牛やろ、ミノタウルスは上牛だよ、牛、牛、上、あー、俺牛マオみたいなやつが2本角あるやろ、そうだね、そうだね、あ、そう、あ、だよ、意味わかった、俺ずっとケンタウロス書いてたわ、みんな。いや俺そう足書いたから架空だったらユニコーンかなと思って、そうユニコーンに行くだろうという読みで、うん、一発目は足で、うわやばいな、危なかった。え、これ結局フルコンさんとファンケルス何だったの、これ牛の鼻のとこ俺はそれそれ、あの鼻は牛の、ああ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 あ書いてんけど、うん、でも自分はもう斧で多分2周目いけるって自信があったから、あ、ファンキーのね2個目の斧はね砂さんに乗せに行ってるように見えたけど、あ、そうだ、あ、そう、同じもん書いてるからさ、別にミノタウルスって二刀流じゃないやろ、ミノタウルスって多分でも斧かな思ってもた、斧に見えねえな。じゃあね、あーでもなー勝負だかといってなし、職業、はい、職業で、ごめんごめん、これちょっとごめん、白助しちゃった、白助しちゃった、あかんあかんあかん、ダメだと思う、これちょっとあかんって、これはやめよ、これはちょっとやめよ、これごめん、白助しちゃった、あのまあね、やろう、一応やろうぜ、やろう、うん、一応やろうぜ、一応やるか、うん、そうだいぶ透けたね、今白が白透けたな、白透けた、いやーちょっとこれ悪い笑いだね、悪い笑いだね、悪い笑いだし、実際もう犯人分かっちゃった、これでも正直いやすげえ、最初のリアクションで犯人わかんのすげえ。これ。あ、いいよ。もう絵の意味がわからん。全然わからん。みんな適当にやってるやろこれ。え、でも何を表したいかちょっとわかるよ、うん、おー、いいねいいねやるなぁ、なるほどね、うん、おお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 お
です。なるほど、なるほど。もうええ、適当じゃそれ。おお。おファンキーさん。どっちやろ。でもむずいねんけど、むずいねんけど、なほんね。俺今二択なんだけど、俺も二択、俺も二択、二択だな俺も。まあ順当に、ただあの片側の場合、片側存じない可能性があるんだよな。うん、そう、あそうね、あるあ、あやばいこれってことは、今自分とに自分との二択になってるってこと、これ。あ、じゃあ、ちんちん、あ、まあまあ。え、あ、そうじゃない。あ、そこやと思うねんけどな。マジだな、これ。マジだな。これはね、あの、これはかわいそうかもしれない。そうやねんな。これはね、しかも絶対わからんやろ、これ。わからん。え？絶対わからんやろ、これ。これはそうだね。これはすごいぞ。おお。絶対わからんやろこれ。分かったらすごい。ユーチューバーもあるんだ。おお。おお。ま、間違ってないな。うん。これは。あ。しかも。よりによってファンキーが消えてた。しかも。ファンちゃん。いろんな偶然が重なったな。そうだね。そうだね。ああ、そう、いや、わかるよ。なるほど。わかるよ。わかる、わかる。わかる、わかる。わかる、わかる。うん、確かにわかるわ。わかるわけねえだろ、こんなの。まあ、多くは語らないです。そうだね。はい。すごいな。これは、次行きましょう。もう、次、次、次。これはもう、お題が悪い。次行きましょう、次行きましょう。マジか。かわいそうだった。これはごめん。本当に申し訳ない。次行きましょう。はい、じゃあこれでいこう。すごいな、忘れよう。うん、すごいよくファンキーがエッセー引いたのもすげえな、なんかすごい、ね、奇跡だよ。まあスポーツか、スポーツ競技をちょっとオリンピック中で、うん、された気分なんですけど今の。ごめん、あの楽しもうぜ。わからんゴロシ。いや、ほんまにそう、ほんまにそうやで。ほんまにわからんゴロシだった今の。今始めたてのファンキーさんにエルフォルテ使ったからごめんね。最悪だ。ずっとよくわからん攻撃で中断って言ってるから。これ対面に誰も座らないキャラじゃん。あ、え、これどれでガードできんの？俺からか。これね、ちょっとあんま。あんま書いてる。ああ、ちょっと、まあまあ。あれ、また？え、また？もうブッド。またそれ？また。え、これフルコンさん。フルコンさんの信用取りに行っていい？うん。うん。マオ大好き。全然信用取れへんねんけど、それよくやってるやつ。いや、まあまあまあいいよいいよ。うんうん。取れたでしょこれ。どうやっても取れたでしょ。え？あ、そういうことだな、そっちで、あ、そっちか、あ、わかったわかった、割とわかった。人がわかんないな、踏めない。おおおお。ファンキーさんこれ知らないですね。何だか。ファンキーさんこれ何だか知らない人ですね。いや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 。ファンキーさんこれ知ってる人は。ファンキーさんまた。あれ？すぐ地面描くからほんまに。目で見てるんだってこれは。いやヒント出しすぎちゃって、ヒント出しすぎちゃダメなんだって。俺引いてる今、砂ザメさんの卑怯な。またそれ？何これ？いや、これはね、ちょっと白く見てほしいわ。うん。わかるわかるわかる。あー、これな。ちょ、何？砂さんの地面は何だ？いや、もう、いや、フルコンさん、いや、フルコンさんはもう一回ちょっと欲しい。え、あ、そうなん？いや、もう俺、もういいよ。本当？え？うん。いや、これね、砂ザメさん落としに行くわ。砂ザメさんの線消した。次、砂ザメさん。砂、え、これ、あの、これ、砂ザメさん、砂ザメさん潰しに行った。で、ファン君は信用取ってお願い。この後、お前ならかける。あなたなら、わかるはず。
オッケー行くわ、うん、ほんなら、うん、行かないどっち行こうやっぱり、あーでもこれあーはい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 ファンキーさんありです、うん、砂溜さんは多分これではわからないからさあ書いてごらんよ、うん、地面以外の何かを、いやもう信用取りに行かないと終わり、信用取りに行くんでしょ、えだったらもう、うん、あーやべえ、あれもう丸を書こうとしたけど、あーちょっとまあ、あのこれ枠外にあると一筆じゃなくなっちゃうのかっていう、あーそうなんやね、そうそうそう、それはある、じゃあ分かった分かった、うん、一応あの、ま、丸を書こうと、丸をね、うん、あー白い、うん、あまあラストだからね、どうやろなこれな、え、これはこれはもうこれはね、地面おじさんも地面おじさんだね。ごめん地面おじさん言っちゃった。ごめん言っちゃった。地面おじさんこれはないわ。地面おじさんこれはないわ。地面おじさん。地面おじさん。これ地面おじじゃない。え地面おじダメこれ。地面おじダメですね。ほら地面おじだよ。地面おじ。あでもこれ。これちょっと分かったかもしれん、うわ今にしてようやく、うん、選択肢にあれがあればこれ多分丸がダメだったんだと思う、うん、ってことは多分ねこれなんじゃないのかな、バレたな、いやそうやな、いやテニスあれよテニス、そうだな、これ最後のラヒーのやつなかったらいけた、いけた、俺のせい、自分は自分はそっちがテニスだと思って丸書いたんだよ、そうやろな、あいやでもね、ひらちょっと怪しかったから、あのあれはちょっと欲しかったんだけど、うん、あ分かりやすくなってしまった、いやダメか、いや惜しい、惜しい、いやでも今のはねテニスがあって欲しかった、回答に、そうテニスがあって欲しかったね、うん、ね、いや丸書いた時のリアクションがみんな塩対応だったからさ、あこれ違え、ボールじゃねえ球技だなっていうのを思っちゃったっていう、ああなかなか勝てんな、あなるほど、地面王子も次地面変えたら絶対投票するから、もうかなり、マジか地面王子だ、いやでもまあ地面がねクリティカルに刺さる時もあるからね、あーあー、うん、ボタン、でも砂溜さんはそのメタで絶対に、うん、いや今回はいるよ地面ってそうなんよな、地面落ちだけは許したくない、俺でも必要だったら書くよそれ、地面、いや俺地面落ちは許さない、なんでだよなんでだよ、必要なこともあんじゃん、あの待ってこれ、だってこれ陸の動物来てもうたら、ああもう地面描くじゃんこれ、地面描くじゃんこれ、どっちが重力じゃない、いやもう陸の動物で地面はマジでずるい、今なんかって地面ってもう下って決まってんだよ、いやだからいやマジ俺次地面落ちだったらマジで許されこれは大丈夫、前提スタートだから、陸前提、ああそう陸の動物で地面はずるい、本当に、ね、地面があるなら、なるほどね、2周目で完成するのちゃんと、雲かいとこ、あ、失敗した、ああ、うん、雲ゼロじゃないそれあら、そのもう難しいなぁ、あら難しいなぁ、あら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 、これどこまで行くかむずいよなぁ、ねぇちょっと分かりやすいからさ、これは今回どうするか、陸の動物は、はいはい、あれ角生えた、あれって、うん、えこれウルコツ、これこれだけにしとこうかなぁ、おいてめぇマジで、はい砂溜め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 、でも今回フルコンさん怪しいって、みんな空中に浮いてるっていうのだったら、はい砂溜め、でも俺今回はごめんフルコンさんだと思うけど砂溜めさんに入れる、もういやこれは砂溜めマジで、え何2周目でちゃんとフォローすっから、ちゃんとフォローすっから、だって1周目のヒントをとりあえず取るために地面に、え？あでもまあ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 。アンノンみたいなのが来たのに。え？これひらこれ。ひら。ああ。あよああ。あ
これフルコンさんじゃねえ。ヒラ、いや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 、俺も信用いらない。いや、雲を繋げた。雲をね。俺信用いる、信用いる、俺大丈夫。いるいる、俺はいるよ。うん。マオくん、陸の動物みんなあんな感じじゃん、だって部長。ああ、そっち伸びてんの、マジ？いや、大丈夫、ヒラ、大丈夫。もう言うな、それ以上何も。ああ、ちょっ。おあ、じゃあちゃんとあの保管しとくちゃんとよ、あのなんか、あ、でもなん、あ、ちょっと待って、いや、これは砂ザメだね。俺のはまだ意図が伝わると思うねんな。いや、なるほど。ちゃんと真央くんが前、あーとそのに絵を描いたからそこに対してっていう。わかんねえよ、こんなの。いや、でもこれフルコンさんだと思うな、俺。いや、これはどうなんで、いやー、ちょっと待って、いや、まあ、2択だな。いや、俺でも俺地面許せねえ、マジで。いや、地面許せねえよ。でも2つ目は彼の地面だな。地面許せねえよ、これは。地面マジで許せない、本当に。あ、マジかこれ意図伝わってほしかったな。フルコンさんじゃない、これ。スナさんやって。いや、マジか。おい、地面。おい、地面。ふざけんなよ。絶対地面やん、こんな。いいやん、こんな。おい、地面、マジ。これ、なんだ。地面天丼、やめろよ。キリンがない、キリンだと思った、ずっかり、うん、キリンだと思って首が長いのを表現したのかなと思ったんだけど、違うのか。ペラ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 地面描いときやがって違いまーす。俺の縦紙なのよ。まあでも縦紙なのよ。ヒラのやつ2手目でなんかすごい信用取れて感動した。なんかヒラ君の2手目なんだったの。雲だったんだけど、みんなに怪しまれたから普通にあの、ね、軌道修正で首にしようと思った、うん、あとファンキーさんのお口かわいい。あ、そう、ね、あれはね、うん、強い、うん、あ、かわいい、なんだそれと思ったらめっちゃかかった。ヒラ君のやつ難しいな。本当に許せる、マジで。首が長いのかなと思っちゃったね。いやいや、地面いいじゃん、全然。俺もう本当に許さない、ごめん。もうダメだって、もう逃げに来たんだよ。同じのすんなって。もうみんな選ぶかなって思ったけどさ。もうダメだって。いや信用だから。でも地面は逆に言うと犯人にバレにくいわけじゃん、ヒントが。な、強いね。許さない、許さない。その村人の時もちょっと怪しい動きするみたいなムーブ許さないから。まるで言い訳のように言ってるけど。いや、そもそも村人だし、そもそも村人ですし。お、ん、いや、ああ、なるほどね。ああ、そこ、ああ、そういうこと。いや、もうちょっと。うん、さん、じゃあ今回は。ああ、はいはいはい。腹立つなぁ。上部地面。腹立つなぁ。上部地面。いや、また砂ザメやろ、これ。上部地面はだいぶ熱いでしょ、だってそれ。いやー、ちょっとむずいなぁ。これはもう。あー、むずいな、違うんだよなぁ。これはもう、各々の意図のやつでいいの、これはもう。うん。いいでしょ、全然。うん。だし、まあぶっちゃけ真央くんでしょ。えなんで。じゃあ俺ね、あれ、うん、組んでほしい、マジで。そのコラボレーション熱すぎ。これは真央の意図は分かった、真央の意図は分かって、一筆目の意図を組んでいただいてると踏んだ上で、うん、これバレるかな。あー、でも俺分かったわ。うん、あ、でもね、ぶっちゃけファンキーは全然白いな、今のところ。いや、マジで地面をペラ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 。いや、あの、今
回のウェーブ地面に対するリアクションがすごいファンキー白っぽかった。いや、分からん。多分ね、もうね、自分ね、信用を得てると思うんで。得てねえよ、早く書いて。得てねえよ、得てねえよ。SSAMEさん、早く書いてくださいよ。得てる、得てる、絶対得てるから。え、待って、え、マジで。なんでよ。得てないよ。俺も次地面描いたら絶対砂沢さんに入れるって言うてるから。あー、時間切れごっこしたな。はい、これ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 、俺どう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 。あー、はい、なるほどね、なるほどね、はい、うん、いいね、いいね、いいね。いや、でもただ、うん、ただこれを重ねられるのが他のとこ描いてほしかったよな。いや、でもね、むずいな。え、これ、え、誰だ、誰。僕は砂沢さん一筆目でも隠しろでしたよ、僕。あ、でしょ、だから、だから、うん、あー、じゃあ違う。そうっていうことか。よし、これでどうだ。え、ああ。っていうか、なんかもう唯一の地面の使い方やと思う、これ。どういうこと。わあ、やっぱファンキーさん、すごいわ、すげえ。ツナさん、ちょっとわかんないわ。これでどう。ん、コラボ、コラボでもよし。え、なんで使わないの、これ。え、マサ、え、マサ、これ使わない。ちょっと待って、え、ごめんごめんごめん、マジで。あ、これ出てきたね。これちょっと炙り出されたね。これちょっと待って、ない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 。ちょっと待って、俺がせっかく書いたの。俺は初手でいけてるから。いや、でも俺わかんねえ、これ。これわかったでしょ、これ完全に。わかったわかったわかった。これ。ごめんごめん、マジでちょっと形変だったかもしれない。須田さんのはマジで秀逸なの、実は。だよね、だよね。本当に。どれだ。あ、だから。うん、多分これだと思う。ん？うん。あったあったあった。やった、やった、やった。違うよ。ん？おやおや、間抜けがいたね。自分も殺されなきゃいけないんだ。なすりつけようとしてさ。マジで？ありだな。なすりつけようとしてさ。なるほどね。地面と。これで当てれば。当てればね。ゾウさんじゃない。ゾウさんと思ってたやろ。ゾウさんだと思ってた。最後完全にゾウの耳かいてんなって思ったの。ゾウさんじゃなかった。最後ゾウ、ゾウとコラボレートしたゾウ。あれゾウかいたなって思ったやん、最後。これ。ああ、やったー。ゾウさんのゴツゴツした足。シマウマのアンキーさんの1点目何これ。これはシマウマのシマ柄を描いたのよ。え、そうなの。そうなの。俺ファンキーは最後まで怪しかったよ、普通に。俺正直めっちゃ迷った。単純にこの草原をピンときた時点で、あ、ファンキーさん白いなって思っちゃったわ。うん、草食動物だから、これ、スナさん白いな。そういうことね。うん、そう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 。白いからな。じゃあ、俺もしましま書き続けりゃよかった、クソ。結構、リアクションでも白さは結構分かったりする。いや、マジで地面に負けたら、いや、違う違う違う。ウェーブ地面だし。マジでムカつく。それだって今わからん殺し以外で初めて負けたで、ね、SAGちゃんと炙り出された。おーんって、お前らこれゾウさん書いてんだろって書いてちゃんとやられた。ゾウさんがちゃんと。あー、くそー。おー、なるほどね。マジ？これつけるぞ。これ書きようによっては2秒で透けるぞ。乗り物ね。はいはい。乗り物だから。乗り物ですね。はあ。マキさんお願いします。お願いします。よーし。え、もう決めちゃっていい、これ。これちょっと一抜けさせてもらうわ。はい。いいっすよ。ああ、いいっすよ。はい。お、決める？どういう感じで？残り5秒。ああ、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 まあちょっと、ああ、な、え、え、うん、ダメか、待って待って待って、ダメか、どういうこと、ダメか、
あ、え、これもらわなくていい、これ。俺、個人で言っていい、個人でいい、いいよ。そっち、完成してもらっていい。わかった、フルコンわかった、これは。え、嘘。うん、わかった、わかった。こう。よし。ん？え、つなげてくんない？これで、これで。え、でも、機内程度につなげてほしい。これ多分。もういってめえ。もういってめえ。てめえ。ふざけんなよ。そんな逃げ方でしょ。砂めえ。でも、でもね、ちょっとね、この地面は、まあちょっと、まあまあいいわいいわ、やめとこう。わかるわかるけど、わかるけど、わかるけど、むかつく。全部地面で表現するな、こいつ。どうすりゃいいんだよ、これ。全地面に表現兄貴。ああ、なるほど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 。ああ、わかった。え？あれ？わかったわかった。いや、あの二周目だよ。二周目なんとかする。ファンライン取れたとして、これもうちょっと繋げたら危ないので。ファンキーさんもう完璧だ。完璧。完璧。いってるいってる。もうちょっとあれにしようかな。ファンキーさんもう反らしていいよ。そしたらちょっと反らすわ。うん、まあ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 、もう何を書こうとも多分ファンキーさんが白くなるかな。フルコンさんは2手目で、いやごめんねちょっと邪魔しちゃったけど。あ、そうなん。いや俺はもう信じるよ。よし、これ俺信用ある。どう、え、ある、もうできた。まあ信用できた。もう分かった。じゃあマークわかんねえそれ。え、嘘、マジ。あ、まあでも、え、もう2個しちゃった。いやでも、いやもう、まあファンキーが信じ、ファンキーが信じるんだったら、じゃあそれを信じるわ。これは砂鮫さん、これでもちょっと、これマオファインだよ、これ。こうマオファインだよ、これきっと。え、自分はもう多分何にもいらないと思うので。いや、お前まだ分からんぞ。え、マジで、マジで2択に入ってるからちゃんと書いて。マジで。うわずるずる。え、でも、もう大丈夫でしょこれ絶対自分。いやいや、ちょっと、どうしよう、ちょっと、え、分かってほしいな。は？分かってほしいな。え、いやいや、分かる分かる。これは、いや、これは分かる分かる。これはこれはここかな。これはここかな。さすがにここでしょ。これはここかな。いや、違うんだって。さすがにここでしょ。さすがにそれは引っ張るやつだって。おお、マジか、そっちか。いや、ど、二択ではあったけど。マジか。ヒラッチの方が分からんかってんな。引っ張るってこと。引っ張るやつだって、もう車輪ついてくれたから。ああ、そういうことか。でもこれ絶対分かんない。うん、俺分かってないもん。そうやろな。俺もだからファン君がもうマオはいいよって言われて本当って思いながら。こんなにあんのか。引っ張るやつ、引っ張るやつ。ファン君のあれが白角なんでしょ。引っ張るやつ、引っ張るやつ。お前らこれのどれか本当に書いてたか。書いてた。めちゃめちゃ書いてたよ。いや、それでわかんないならわかんないよ、もう。これじゃね、カヌーじゃね。違います。カヌーの角。いやー、惜しかったな。あれや、ファン、ファンちゃんのあれ、ムチですよ。あの、競馬の時のムチ。いや、なるほど。そう、ムチムチ。そう、ムチ。わかりやすかった。フルコンさんとかは、その、引っ張ってもらうあれだったのね。いや、俺は足を書いてて、騎手の。騎手の足を書こうとして、1手目はね。で、2手目はもう、2手目はもうええかと思って、あの、車っぽく、あの、誘導した。ああ、いや、でも馬車があるから、車輪書いてくれたから、引っ張るやつ、引っ張る紐の紐っちゅうか、馬につけるやつに書いた。地面を横に引くか、ジグザグで白取るの、マジで腹立つから、いや、でもね、あの、普通の車やったら、ジグザグは置かへんから、このジグザグはめちゃくちゃ白かったんで。そう、草原を表現してた。そう、今までのジグザグで一番真っ白地面だったんや。
今の。マジで。マジで許せない。尊厳を颯爽と走る。今世紀最大の地面やったからね、これはね、認める。こんないい地面はなかったよ。本当に許せない、許せない、マジで。なるほどな。まあぶっ込むかな。これでもバレるぞ、ぶっ込んだら。いや、いけるいける。いける？いけるいける。そうだな。なんならもうエセに出る。え？ああ、よし。ああやな。これ地面かいな。いや、地面にすればあった。あ、どうしよう。え、でもこれ、これ売ってる、これ売ってるところってどういうところ？地面どんな感じ？あ、ギザギザ書いて、書いてごらん。え、でもあえて、あ、これこれちょっとね、もう行ってみて照明打つわ。皆さんにお見せしましょう。これでいかがか。嘘でしょ。マジ。これは合わせただけじゃない。合わせてな。だってこうなるじゃん。じゃあ2周目で挽回してよ、マオ君。これはね、天体ショーの絵描いただけなんじゃないの、これ。マジで地面描いてるやつに言われたくねえんだよ。え？おお。おお。いや、これね、僕ね、ちょっと、全然別の場所に、あんま描くとね、バレそうやから。いや、そうなの、透けんのよね。これね、ちょっと、ここ行くわ。またチンチン書いてる。完全チンチンゲーじゃんこれ。チンボー書くのやめようよ。なんか靴に見えたから靴作ろうと思った。なるほどね。一手目でね、だいぶあれは書けないからね。まあでもこれちょっともう信用を得てると思うんで、まあ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 、あの普通に、まあ特に意味もない意味のない地面です。はいはい、これはね、あの意味のない無地面で、はい、起きて、挽回したよ。挽回したぞ。いいゲームしてますね。これ僕シーンは取れてる？取れてないまだ。微妙。もうちょい行ってもいい。バレない程度にやってほしい。すごい。これね。すごいな。俺はもう信用取れてる。やられかけの Z 選手の声だな今。いや難しいなぁ。これはこっちだったとしたらもう透けてるからこっちでやってほしい。そうね、こっちでやってほしい。難しいなぁ。ここでしょう。ああ、え、マジ？そうか。ああ、本当か。あ、そっちか。でもね、これどっちにしろ透けてると思うねんな。透けてるのか。あの言いますが透けてないです。あれマジ？これ書いたもんだって。マウシこれ書いたのってさ、まあまあ回答一応聞こう。いいよ、もう一回。もうちょい、ファン君喋んない。回答聞きましょう、回答聞きましょう。これ書いたのって回答聞こう。透けてると思ってんけどな。まあ、自分もつけて。ああ、なるほど。そう。な、俺の、これ、今世紀最大に白いチンチンだったのよ。これ、わさびかなんか書いたの。いや、俺は、あの、ずっと、あの、パイナップルだと、あの、俺、果物だと思ってて。マホ君のその、書いたとはよくわかんなくてさ、なんだろう、これって思って。パイナップルってことか。
牛宮城で出てくるやつは、水に浮かんでるよこれ。牛の前、それ牛の前メニューの名前。牛の前すごい。牛宮城めっちゃチェックしてるな。あれ一回行ってみたいよな。あんだけ言われたら行きたいよね、逆にね。回転したら行ってみたい。ねえ。あの絵おいくらですかって聞きたい。アートも買えるからね。ねえ。ああ。なるほどな。はい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 。なるほどね。オリンピックの季節ですね。おい、広い広い。それいいのか。いやいやいや、オリンピックってしか言ってないから。ああ、間違ってないな。スポーツでオリンピックなんかいくらでも言える。取りにくいな。どうしよう。本当に、むつ。やっぱバレるだ。これバレたくねえんだけどな。ちょっとは全然わからん方向でいこう。2週目から頑張ろうと。よし。なるほどね。なるほどね。あ、マジで意味わからんわ。俺のためには欠かせねえ。ああ、ナイス！ナイス！砂ためには欠かせねえ。ナイス！絶対欠かせねえ。ナイス！100刺さってるよ。ナイス！やばいね。でも。でも俺今回砂鳥さん本当に疑ってるから、マジ白取りに行かなかったら本当に投票する。いやってあのね。いやでもね、あマジで疑ってる。じゃあ、あのね、ちょっとあのは？は？こういう風に言うときに、え？いや違う、二週目であのフォローする。一筆でチンチン書かないでよ。一人で。それ俺しか。どうだけ引っ張んの？俺一手目濁した方がいい？これ。ちょっと俺ね、ファンキー砂ザメのどっちかだと思ってる。そういう風に言うときは、でもそういう風に言うときは、うるさい、マジで、これちょっと。あ、じゃあもう信用と信用、分かった、信用と信用。まだ書いてないのになんで疑われてる。はい、信用とった。おかしいな。そうだよね、ファンキーなんで疑われたんだ、今。ちょっと思ったけど。え、じゃあ、ファンキー疑われたのちょっとウケんな。バレるな。ファンキーまだ何も書いてへんからな。書いてないじゃあ、マオの書いた、これバレるか。え？だってマオが書いたそれってあれでしょ？あ、そういう？2週目で証明してほしい。あの、ファンク最後だから。2週目で。あ、オッケー、了解。よし。え？あ、え？え？おお。え、俺、ちょっとどこまで行こうかな。この時間。え？いや、もう俺限界。でも言うても、フルコンさんまだ。あ、そうか。いや、でも、フルコンさん地面だけだよ。俺は、いや、だけどさ。まあいいよ。いや、でもね、自分ね。あ、わかった。あ、そっちか。ごめん、オッケー、わかった。2週各取りに行くわ、じゃあ。あ、もうほんと死んでほしい、それ。まあ、でも、まあ、でも。じゃあ、俺、信用されてる、信用されてると思ってみんなに伝えるよ。みんな見ててね。はい。この線は、いいよ、いいよ。取れてないから行くよ。いいよ。高温線が入んだよ。地面かけなかったおじに入れます。あ、ごめん、言っちゃった。いや、これちょっと待って。いや、でも誰か2択なんだよね、正直。誰だろう。いや、でもこれな。多分ここじゃないの。俺も二択あんねんな、これな。いや、正直ね、あの一番の人も少し話しきやすい。でもね、マジかこれ。え、俺わかんない。ラヒノ、分かった。分かった、ありがとう、助かった。ラヒノわかんねえ。いやー、何もやってねえからな、こいつ。何もやってないんだよ。地面、やっぱ地面描くやつが怪しいんだよ。
これ分かんないと思うけど、分かんないと思うよ、分かんないと思うこれ。なんか分かんないのにオリンピックの季節ですねとか言ったのかもしれない。それなんかよく分かんないけど白置き そこで白置きされたから。番外戦術だった完全に。番外戦術で俺何も伺ってなかったマジで。だからそのリアクションのせいで砂ザメファンキーを黒乗りしてしまうっていう。一瞬あのボブスレーかと思ってんけどね。分かんなかったあれ。マンキーさんこれ何かジャンプしたのこれ？これあの K 点を二筆目書いて、一筆目はマオのその斜めラインがスキーの板やと思ったから、ジャーンって滑ってる高架線描く。俺も K これは本当は K 点 P 点描こうと思って。でマオくんがそう斜面描いたから僕もそう K 点 P 点描くようにした。スナさん雲しか描いてないの無理やろ。今日雪っていうちょっとところを表現しようかな。そうなの。一筆書きだからね。それはさ、1手目の雲までは良かったけど、2手目で雪降らしてくれるのかなと思ったら雲書き始めたから。いや一筆書きだから雨になっちゃうなと思っちゃってる。それでいいよもう。なんか六角形で決勝とかの方が良かった。なるほどね。これはじゃあ通じるか分からへんけど。これなんか絶妙なバランスでできてるな。テーマこれか。空気読んで選んでないテーマにしようっていうのがすごく伝わった。そうね。さすがなんか。俺はもう一回職業やりたいなって思って職業選んだ。自分も職業選んじゃったもんな。もう一回消防士で。また俺一番目。いいですね。これ地面書かれるな。え、いやこれ地面阻止していい、うん、俺でも地面書いたら2周目に挽回しなきゃダメだよ。いや、あの大丈夫です、ほう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 なるほどね。もうこうよ。砂ザメブージこれ案外ね、これで通じんじゃないのかなと思うのが、やってみてよ。こうどうわかんない。あの2巡目で頑張って。俺はね、ダメこれ。あ、ちょっとむずい。頑張れいける。最後のピンはなし。これも僕絶妙な生かしていただきますよ。ああいや、もうちょい欲しい、俺は。もうちょい、じゃあ。マオくんだよ。あ、ごめん、あ、これでいい。戻ってこれなかった、ごめん、出ちゃった、外に。戻ってこれなかった、戻ってきたかった、それだけは伝えたい。じゃあ、こうして。1手目と合わせて。いや、最高。どうしようかな。これ。1手目と合わせて。いや、俺フルコンさん信用取れてないよこれ。そうやね。あのね。もう明確ななんか希望を書いて。むずいね。でここにあのそこだけでいいもん。ここに繋げる。どう？どう？ダメか。ダメかも。言うても開くもこれわかんない。いや。あの。いやおつなぎしただけですよ、これは。それぞれの点と点になってるものをね、線でつなげてあげただけですよこれは。これもフルコンさんダメかもって言ったけど、俺もあんまり変わってない線を書いてなんだよ。なんでもね、これはね、この人やと思うねんな。これはこの人でしょ。
こっから信用取るのさ。もうスラさん真っ白やもん。いや申し訳ない。うんハンキーさんこれハンキーさんはこれ知らないと書けないね。ハンクは真っ白。これちょっとわかんないわ。ごめん。よし。ちょっと思うんだけどな。どうですか。まあそうラーヒーもね。ラーヒーもね。うん、ラーヒーかの二択だったよな。いやーこれなラッヒーのこれ何いや俺はだから天と天を線路をつなぎしただけですのでべべべべごめんでねそれでフルコンさんの言ってねとりあえず虫っぽく書きゃいいかなっていう俺これやと思ってんけどなあーでもおーおーやった勝っただからねなんでわかっいやだからにトンボ捕まえるやつかなと思って青で。ああそういうことか。棒が結構強いね。うん、だから、うん、あの八の字メガネをこうトンボのメガネは八の字メガネを完成させて分かってはいたから、なもう伝えに行ってたよね。うんトンボかなと思ったから。そう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 。あそういうことか。二手目はね、もうなんか分かった上で信用取りに行ってた。出てたのか。砂ザメさんはこのあの羽の形でこう揺さぶってんのかな。もう分かってたらとしてもう揺さぶってるのかなと。なんか自分の中でトンボはなんかこう棒の上に止まるみたいなイメージがあったから。そうだよね。そうそうそう。で、何のこれ何？いやあの羽と虫の足合体させただけ。うん。あと上は雲ね。空飛んでるから。あそういうことね。うん。書ききれんかった。別のやつと合体したのか。そう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 。はい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 。なるほどね。あれ実は八の字メガネじゃなくてもあのトンボの飛行能力あの旋回能力を。あまあどっちでもいいかなと。わかるわかる。それは。トンボを捕まえるときにこう指で八の字なんかやっ。あそれもやるもんなと思って。えトンボのメガネは八の字メガネではないって言われて。あまあ水色メガネ。あ1番水色メガネ、2番ピカピカメガネ、3番赤色メガネ。すいません、八の字メガネは僕の創作です。大変申し訳ございません。あ, あんまりリアクションしない、リアクションしないからね。リアクション薄くね。はい。これ、ああ、でもこれ、ああ、これ、一発で信用を置ける人腕書きが。あるが透ける、うん、うん、透けちゃうね透けるねえこれでも、信用取りたい気もするけど透けちゃうかもでも一番じゃあ俺2周目に記号書くからうんあ、OK はい、オッケーじゃあでも一応、まあ、これでも取れると思う正直うんこうこれでどうですはい取れましたはいありがとうございますはいはいはいじゃあもう2周目やらないわまあまあ 2手目でいきます2手目ではい、はい、砂ザメ、はい、砂ザメ、砂ザメ来たな早い早い早い砂ザメ来たなごめん俺どんなにファン君フルコンヒラ全員怪しくてもふあの絶対砂ザメさん入れる早いこれは砂ザメですねいやあ、オッケーっす。うん。砂ザメにしか入れません。もう、はいはい、もう、はいはい。平さんが衛星だったとしても大丈夫です。何書いてもいいですよ。これね。いや、それは思考ロックでしょ、もう。ああ、オッケーオッケー。ああ、はい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 。え、俺も書かんくていい？ちょっとわかったな。いや、何にも取れてないから、平は。平は何も取れてないから。ちょっと待って。いや、でもね、でもこれ以上、敵にヒントを与えるわけにはいかんなっていう。それもそうだな。確実に砂ザメを敵というふうに前提するのとやめよう敵だから地面と敵だからな地面と敵だからなもう使えよいやでもうもうダメ四角しか書けん2周目頑張る2周目頑張るあちょっと平には2周目頑張ってもらって俺じゃあもういいねいいよ、うん、じゃあ俺もう何もしない OK、うん、OK、うん、えうんさんはい、次は どんな地面を書いてくれるのかな、うん、いやちょっと待ってあちょっと待って一筆だとうまくいかないちょっと待ってああ一筆だとうまくいかないああなんで地面書いたのなんで地面書いたのいや、ね、2周目でいけっかなっていうかまあ地面濁し地面でとりあえず濁し地面マジでやめてくれ、うん
あ、もういいですよ、いいですよ、もういいですよ、うん、もういいな、うん、なんやねん。何人が来てチンチン加工してたの。さんが。はい、消しました。小学2年生ぐらいと一緒に遊べるこれ。消しました。俺警戒だのこと。俺は消します。はい、でもダメです。嘘やん。うん。あんなん書いちゃダメです。ちょっとまずいな、うん、あーでもわあいいぞいいぞ分かったぞよし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 うんこれはこれはちょっとこれはちょっとすらさめに入れたくてしょうがないがこれはな入れないがうん、うん、ごめんエラもさむずくないこれ俺あんま分かってないんだよねいやーあーあーいやこれ結構疑われてんなでも分かる人はねまんあいやラジの言いたいことを分かっこれはなこれはちょっとまでかってほしいな今いっかも、うん、他が白すぎたなマジか地面野郎地面野郎何だったのか全然わかんねえこれそうかいやあの2手目のひなそうヒラがねちょっと合わせに行ったように見えちゃったよなヒラがいやーでもねとりあえず人間関係ってなんとかなんだろうと思っちゃってそうやそれも感じたんやけどねいやそう2手目でもあれは強いな地面を自我でもちゃんと地面を使って一定消費するの本当に許せない。そうなんよな。これ多分これじゃないのかな多分。違いますね。違うね。そう一人書いたから俺アシスタント書こうと思ってアシスタント書いたのは分かったんだけど、うん、1手目の資格が合わせにいってて、うん、2手目の人も合わせにいってるからそうやねんな見えなかったどうしても同じもの書いたのに小回り書いたらもうアウトだし難しかったこれ何なの馬尾くんのやつはそのなんか画板というかその画板っていうかまああの普通にまあ俺は本書いたけどその中にまたファン君があの書く原稿書いてくれたから、ね、でフルコンさんペン書いてくれて、うん、一手目地面書いて狂気の沙汰の地面がありそうやねそうやねだから原稿の下に地面あるからめちゃくちゃ怪しいのよなあーなるほどねもうブレないようにしろ地面書いたらそのペンが分かんなかった地面は怪しいわやっぱ地面はブレちゃダメだ地面はもう黒よ砂ザメ地面はもうダメだ信じちゃダメだこれだな、ねおお海に流れるって思った陸じゃないんだっていうねえ海かかいや今度はじゃあ海かかれるなしかも砂サメが青とってるのが腹立つねんな海そうだね海かいたら絶対投票するもう必要とあらばねどんなに怪しい人がいても砂サメさんに入れるいや必要とあらばねいやないいらない海はここ海の生き物なんだもんうんここまであーあーあーここまでああもういやちょっと待って、まあ、続きは任せるどうしようかなオッケーうん、うんうん、あでも砂さんの位置いい位置だなあ砂ザメの位置それいいないいですね、うん、あちょっと書ききれんかったうんちょっと待てよこれそれは何か分からんの書ききれんかったいやいや待ってじゃ書ききれんかっただけゆっくり書いたらファンさん最強マジファンさんあーいいねいいねああなるほどねはい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 ああなるほどねはいはいはいあとねあどうしようちょっと待ってこれ信頼と一瞬で信頼取るかどうか悩むけどもう地面かけないね違うあのね違うんですよ違うあのあじゃあちょっと待ってこれあのねあのねいや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 じゃああのファンキーさんが炙り出そうとしてたっていうのをね、うん、いやいやいや炙り出そうとな いや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 これでどうこれでこれでどうこれはこれでどうこれでどうマオさん取れましたいいですよね取れた取れたありがとうございます、うん、
もうこれ以上やると多分砂ザメに透けるこれは。逆地面を描かなかったっていうことはっていう。あ、そうだね。もういい。よし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 。もういい。でもラーヒーは。ラーヒーはないよ。いいもの見つけた。あー、くそ、うまく描けねえこれ。ん？いやー、マロいっぱい描きたかったの。いやあのね、いやちょあの俺もつらず、もう海をかファンキーさんはもういらない、何も、うん、ファンキーさん一番いらない、うん、うん、ファン君はこれだけでいい。砂亀さんが何をしてくるかだね、分かってる動きしなかったらもう入れる、もう、あでもこうラーヒーの意図は俺組んだ、ちゃんと分かった、うん、よし言ってみろ、く分からんけどえ、どこまで書いたらいいかな、いやもう全部書いていい、全部書いていいよ、全部書いたら透けるんだって。じゃあ分かった分かった、こうして、じゃあ分かった、はいこうだよ、はい、あれ、うん、あれでしょ、だから透けちゃうんだよ、だからそうそうそう、あれここでここであれって言ったら余計に透ける部分あるかもしんないって、あきっと、あそこ、あえめっちゃ負けちゃう、俺も1点目で取ってると思ったから濁したよ、え、マジ濁したよ、これ別の方にしたよ。え、伝わってる？大丈夫？ここでもね、あの人はいけてる。え、あれちょっと待って。結構むずいねんけど。むずいねんけど。え、ごめん、俺、あ、ごめん、ちゃんと言ってからやればよかったね。うん、まあいいや。あれでもさ、これいや、うん、でも俺はいけてると思う。ここあると思うんだよな。わかる。でも何だ、むずいねんけど。これだけ見つったかも。ここあるんじゃないの？じゃあ、いやもうだってここでしょ、多分。え、違うの？俺、うん、あーもうダメだ、俺もう絵下手くそすぎる、あれ違うの、いやでもね、難かってん、今回はわかんない、うん、なんか透けたかも、いやあやってたよな、初手なぜかせな取れたからなが少なかったんだよな。でもね、これ砂さんのおかげでお題も多分分かったと。あれ違うわ。ない。あれ？あれ？俺亀やと思ったんやけどないやん。あれ？あれ？亀やと思ったんやけど砂さんのやつで。ああ。でももう合ってるから言うけどちゃんとあるよ。え？え、あ、ウミガメあったよ、ウミガメあった、あー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 ごめん、ウミガメがあったんか、だからあの、カメの首っぽいの書いてたから、フルコンさん、すげえ、そう、フルコンのままインクの色がさ、もうやられたわ、あー、そうね、緑だからね、俺ね、あれね、あの、魚の口の部分半分まで書いたつもりやってんの、いやー、だから完全に砂ザメさんのあれで透けるなって思ったから、いや、平のね、ウミガメの卵も分かったんだけど、あの、あのファン君白すぎて、あの角度も、そうそう、あれはもう、何がもう白い。ウミガメしかいないのよ、この世に。あれは良かったね。ファン君は、これ地面描いたら、すごいおびきだ、おびき出してる感じがすごかった、あれは。うん。合ってるからいいんですよ。合ってるからいいんです。いやー、むずい。むつマジで、素直に情報量でいかなあかんな。いやーこれむずいね、確かに意外と仕事だ、いやーもうダメだ、なんかもいやでも俺を起点に攻められてるんだよな、いやでもあれが犠牲に、いやでもカメはね、うん、マオのそのいやカメの甲羅描いちゃったダメかあれはね、うん、そういやでも信用取らなきゃいけないんだよ、でもとはいえ、あーいやーこれね、なるほどな、これはこれ案外だな、あじゃあ、あこれね、あのバレないやつでやるわ。はあ、はあはあはあ、え、じゃあこれ5番目で。じゃあバレないようにあの、はあ、それじゃないものを書けばいいんだな。オッケー、バレないように書きます。多分ベースで行った方がいいな。こう、こう言って、こう、はい。もう何もしないです、もう俺は。でもあれにしようかな。これもちょっと合作ではなくて、おのおのいっちゃうわ。うん、おのおの。これもちょっとおのおのいかんと厳しいかもな。
うん、あでもとはいえヒントを与えないようにするとなると、うん、これで自分から笑う。ごめんちょっとごめん合作行かせてごめん。合作ごめんごめんごめん、はい、合作ごめん浮かばなかった。あーでもまあまあわかる。合作でした。わかるけどその上で俺砂澤さんに意図伝わってないんだって思ってちょっとショックだった。ごめん分かった。じゃあこうする？あいいね。やりません。ただ俺はどうしよう。でも乗っかっちゃうんだよなこのままだと。乗っかっていいよ。いいの？でもちょっと待ってね。よいしょ。もうちょっと時間くれ。あ時間くれ。俺も何もやんないよ。まあ自分はオッケーかな。砂止めは多分なんか信用。あ地面。あ地面。大丈夫。うん。ん？まあじゃあ自分はまあじゃあ自分はもう地面の保管をするだけです。はい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 なるほどね。いや俺ももういいや。うんうんうん。でもマジこれなんだよな。うんうんうん。いやなんかねこかなファン君かな。俺のもうちょっとうまく書ければうまいんだけど、すごい刺さると思うんだけどな、これ。ファンさんかな。ファンキーさんが言ってるやつ。しゃべなかったな。てめえが食パン完全食パンだったら言ってる。そうなんよな。付き合いメンタだけど、今の声の出し方ファンキーさんだった。あ、しこれは分からんでしょ。分からんくてとりあえず当たれって資格書いた感じがすごいする。どうにかなれってやってた気がする。ちょっと待ってこれ。分かるかな。いや結構むずいと思うねんなこれはな。これは難しい。これ俺いい仕事したでしょ。でもそうね、あれは良かった気がするな。何でもいけるもん。何でもいけるもんワンちゃん。うん。え？無理ちゃうかな。これは無理じゃないですか。は？これは。おお。そう、それいけちゃうからな。そうなんですよ。合作だったね今回は。そう。合作やまさに。合作。ねえ。の左下これ何？これ太陽。あ、麦わら帽子とかなんかそういう感じだと思った。そう帽子ってかぶるときに太陽とか日差し強い日じゃん。だから、太陽ちょっと連想ゲームさせようかなと思ったけど、無理か。これは容疑者入るって。いやー難しいわ。太陽一筆書きで書くの無理だわ。普通に頭書いたんかと思った俺。なんとなく頭かなーって。おしゃれ帽子かなーって。ねえ。じゃあラスト2回ぐらいにしてちょっと次のゲームやってもいいですか？はい。じゃあ、うん、これでいこうかな。これかな。あ、来たねー。面白そう。これちょっとやりたかったな。テーマ難しそうだな。うん。なるほどな。はい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 。これな。まあ、ヒント出しすぎないような。これむずいなぁ。ね。これね。これむずくない？これ一手目によるよ。これむずい。むずいねんけどさ。これさ、俺ね、地面書いていいですか？これは。ああ。じゃあ透けない程度に、透けない程度にみんなに伝わってほしいな。うん。ああ、なるほどね。いや、これは、これ伝わってない人はもう、まあでも、あるよ。まあ、じゃあ、合作に行こうかな。おー、しろ。ファンシロです。どうやろうな。スナクロです。まあ。なんでだよ。なんだ。なだめです。あれだけの金を経て、なおその線を引くんだもんな。うん。
ここは地面だねっていうのフルコンさんの上に書くのがもう見えたもん。いや、ここは一回してよ。ここだって一回言って許してちゃうから絶対言うから。許せねえからな。やばい。じゃあこれ2週目でちょっと行きます。2週目で。ごめん、ちょっと。いや、怪しすぎるなぁ。怪しいなぁ。やばい。俺も2週目から、2週目で完成する絵を描く。あー、描ききれんかった。それやりたかったけど、ちょっと時間が。まあ俺ね、この地面だけじゃちょっとあれなんやけど、そう、踏み込んだなんて地面だけだよって言うても、これ面白いことになってるんだけど、砂ザメ潰しに行こう。そう、でもね、古子さん、古子さんも白を取りに来ていかないと。古子さん白取れてない。俺取れてっていいでしょ。俺ダメ？あ、まあ、いや、もう。俺一応これ言うとあんねんけどな。あの、でもね、あ、いや、いや。古子さん、地面と砂食べつぶしにやってないよって。俺じゃあもうやめる。やめる？はい。ああ。いや、俺、それはなんだ。いや、ファンさんもね、いいと思う。ファンさんももうやらなくていいよ。うん。あ、もうワンさんやめるんだ。え、なんの、これ、待って、じゃあちょっと信用取る。え、わかん、伝わんないこれ、ちょっと。ちなみに、蘇生させるね。あ、もう、あ、もう分かる。あの、しかもさっきので、あれ？砂さん黒いのに、あの、砂さん黒いのに、白かったんだよ。古子さん何も意思がないよ、だって。あるよ、俺のは。俺のはあるよ。ウルコンさん、あの、やってる時やってんだよな、これでも、砂さみさんに言いに行っちゃおう。俺のはありますよ、これは。ウルコンさんだって砂さみさんだと思うけど、みんな捨てるし、いや、これは砂さみさんだ。ウルコンさんだと思うけど、砂さんにいる。あれちょっとみんな入れてる。マジかよ。いや、これ、マジで、砂さんやぞ。ほらー、いや、だって、まあ、ああ、まあまあ、そうか。いや、だって地面重要じゃん。まあ、地面はまあまあわかる。うん。なあ。これなんだかが全然わかんなかったな。ああ。え、家じゃないのあれ。いや、でも家に手加えたとき結構広いなと思ったんだよな。家でドアだと思ったから。いや、確かにフルコンさんの仕事量が少なかったのがちょっと不安材料になってしまったね。じゃあ2個目ね、一応ね、意思はあったんよな。これは、え、どれだ？ぐるぐるすることでちょっとあれをペロペロキャンディーにしようかなと思って、ただ塗りつぶすだけになってしまって、それはミスった。そう、ミスった。なるほどね、そういうことか。なるほどね。ほんまはね、てんてんてん書きたかったん、パンくずで。やけどね、一筆書きができない、意味不明になっちゃう。そうなのよ。だったらなんかちょっとやってる感出るしな。そうなのよ。ちなみにファンキーはヘンゼルとグレーテルを知りませんでした。よう家描いたな、一番白かった。最強だったよ。だって俺ファンキーさんもういいって言ったもん。そうやね。それ描いたらバレちゃうって。もういい、喋るな、もういい、喋るな、ファンキー。ああ、どうしようかな、ラストか。これじゃあ、じゃあ一旦エセ芸術家じゃラストで。じゃあ、うん、これいきましょう。大発表、架空の生物。ラストこういうのしたいよな。うん、いいね。何？何だろう。そうきましたか。なるほどね。これ一発で白くなれる。一発で白くなれるな。これは。ああ、でも三番か。これフルコンさんの出方ですね。どうしようかな。フルコンさんが地面かけねえな。ここら辺にしとこうかな。いや。まだあんま出せねえ。でも、あ、かぶった、かぶった。あ
これ俺、これもう俺白でいいか、このガス理解したことって、待って、じゃあいいよ、うん、はい、はい、これも白、はい、うん、待って、いやこれバレんじゃないの、いやもうでもこれ以上手は加えないで、ここにはもう、もうこれ以上手は加えないで、ここはもうなかったことにして、あれでも正直な話、もうフルコンさんファンキーマオもうみんな白いんだけど、うん、だから砂さんなんだよ、砂、うん、さんだね、え、うん、どうしよう、スナさんだよ。スナさんだよ。ちょっと待って。そういう立ち回りするんだろ。あ、ごめんごめん、ちょっと二週目で考える。ごめん二週目で考える。あの一旦二週目で考える。え、でもこれ正直な話、もうあの自分の中だと平君になっちゃってる。これ。スナメ君。だよね。いや、せめて地面描いてよ、もうそれ全員が求めてるよ、確かに、確かにそうだった、確かに地面描け、ああ、じゃあ、じゃあ、うん、ああ、じゃあもういいです、じゃあ、砂ためです、砂ためです、あとはフルコンさんだけちょっとだけ信用取ってほしいかな、あとはもう、はいはいはい、打ち合わせるから、フルコンさんは正直。信じてるけど、もう一筆目で、ああでもまあ、まあ一筆目でいいか、もういいか、そうかな、あー、あ、じゃあまあ、あ、だ、いや、やめてください、あああ、じゃあちょっとちょっと多分別解釈だけど、一番いいよもう、マギ、マギ一番いいよもう、なんだこれあーもうファンキーめっちゃ白いそれ、うん、こうやって、うん、何も書くの、まあまあ、あ、じゃあちょっとあのでもアド職で品でも今自分真っ黒ってことだよね、だって天しか書いてへんもん、まあまあ黒がいい、ね、これで黒くないって言えるの何マジあ、つないで、最後つないで、つないで、つなぐ、わかった、あー、まあ、あー、わもういいよ、もう砂溜さんだよ、わかんないでもないな、いや、でもまあ、うん、あの、ほんとつない、つないで、最後、いや、でもつけてるだけだよ、砂溜さん、まあ、違う、初手点はおかしいだろ、初手は、あの、リアクションでも白かったかなと、なんかファンキーのやつがあれが白いって言えるのはもう白いよ、私はもう、あうん、そう、なんかゆえにこういうことなんじゃないのかな、いやあごめん、あそういうことか、ごめん、もうだでもそうか、そうか、初手、そうか、かぶったゆえのはまあ、イエーイマジでマジか、ようやったなよし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 、抽象が上手すぎるやろ抽象がめっちゃ白かったのに、これあんまよく分かってないねんな、ね、あんまよく分かってないよ、白すぎて笑ったもんえ、そうなの、それだもん、書くの、あ、そうなの、それ書いて欲しかったやつだと思って、これあんまよく分かってないねんな、言ってめ強すぎマジで、え、そうな、言ってめ強すぎマジで、みんな求めてないんだよな、言ってめ、それ見てめもだってもういけたからごまかしていいっすよみたいな感じだった、スナさんのがハートよしとしたらこの辺か、天使かフェアリーか、こっちかな、フェアリー、んフェアリーだ、あーはい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 、だいたい配信をもう十何年もやってるんで、先般とか決めると雰囲気悪くなるんですけど、砂ザメファンキーと全く同じような格好としてたんだよ、ね、砂田さん1手目でめっちゃ黒くなって2手目で俺に透かしたからな、回答砂田さんのハートだからフェアリーかなって、うんうん、結果的に見るとそう見えちゃうよね、いや見えちゃうね、いいなあ悔しいなぁ、いやでも俺何回か地面に取られたのだけがマジで納得できない、いやでもフルコさんの1個1点目の羽がもうすごかった、ほんとにあれはまあ、もう運が良かったな、ほんまに抽象が運が羽すごかったね、良かったね、じゃあちょっと新しいゲームの月面探検、そうこれめっちゃむずいのよ、えー、
ちょっとやる前にお手洗い行っていい？ごめん。どうぞどうぞ。じゃあ俺も行っとくわ今のうち。じゃあちょっと自分もトイレ休憩して。ちょっと休憩で。行きまーす。はい、じゃあちょっと休憩します。じゃあツナさん繋いでて。トイレ休憩してきます。ツナさん繋いでて、ツナさん。ツナ、あ、すげえ、黙っていって、ああ。あれ電気消えた？あ、マジだ。言ったら。あれフルニキだけめっちゃ喋っとる。はぁ、疲れた。難しいなぁ、ニューヨーク。いや、危なかった、マジで。ヘンゼルとグレーテルってマジで誰だよって思って、もう全然分かってなかったわ。誰だこいつらと思って。いや、でもめっちゃ良かった。真ん中に家描くかと思ったら、ちょっとちょろっと家出して、その後人間描くっていう構図、めっちゃ良かった。良かった。戻りました。おかえりなさーい。はい。よいしょ。あとは、フルコンさんと真央くんが戻ってくれば。いやー面白い。うん。永久にできるな。うん、これね面白い本当に。面白いし、やっぱその結構バレやすいからすごいなんかね、うん、ジレンマがある。いやー確かに。つい書きすぎちゃう。お題が切れないのがいいな。うんうんうん、ああそうだね。永久にあるし、うん、ついつい無限にやってしまう。そうなのよ、そうなのよ。ね、うん。肖像画みたいな感じになる。いやーし。はい、真央くん戻りましたね。はい、じゃああとはフルコンさんが戻ったらやりましょう。ちなみにこのゲームは、ヒラくん、ファンキー、真央くんはやったことありますか？俺初めて。ないことない。お、なるほど。多分実際やったことあるのはフルコンさんだけかな。自分もちょっとね、ルールだけしかわかんないっていう。あ、はい。今回はこのゲームは競争ゲームではなくて協力ですと。です。なんかその5人でこのミッションをやれっていうのが最初に与えられて、で、5人協力してそのミッションを達成できれば、まあみんなの勝ちと。で、達成できなければまあゲームオーバーみたいな、みんなの負けっていう感じになるゲームでございますと。うん、はい、でルールがちょっとね口で説明するのが難しいんで、これもなんか実際やりながら、うん、多分やった方がいいかね。1回やっても1回目は練習プレイで、うん、で2回目でなんとか攻略しようっていう感じかな。へえ、うん、1回やるとああそういうことだったのか、じゃあああすればよかったみたいのが1周目で分かって2周目でなんかそれを修正していくみたいな。だ制限時間1回目無制限でいいんじゃない、うん、ああじゃあちょっとルール確認しながらでオッケー、やろうやろう、うん、じゃあ、ね、制限ミッション目標ってこれマイナス2でいいと思う。一番簡単なやつ、うん、じゃあこれで戻る、うん、それでもむずい。制限時間がこれかで、戻るやって、うんゲーム開始。これ一番ゆるいルールでやります。でもむずい、うん、でこれもね実際のとこと自分なくて、あ、そうなんやね。はいはいはい、はい、一応ルールだけは事前に確認してはいたけど、うんうん、なんか役割みたいなやつがあるんだよね。うん、これランダムとかの方がいいのかな、それともなんかもう自分で。ね、インベンターがね結構強くて、それ俺やるわ、やったこと経験者で。はい、了解しました。うん、でね、で、あとなんか何やったっけな、ドクターやったっけ、なんかね酸素のやつを
作れるっていう人がいんねんけど、整備士か。ああ、整備士だった気がする、確か。整備士も結構重要なんよな。じゃあ、私、整備士をじゃあやります。はい、じゃあ整備。ああ、やべえ。まあいいか。はい、はい。じゃあ、俺か。うん。でね、あとはまあ、なんか、まあとりあえず気に入ったやつでやってくれたらいいんじゃないかな。なんかそれぞれこう特技みたいなやつがある感じ。なんかその移動がしやすいやつ、重いものを持てるやつ。エンジニアで行くわ。何しろじゃあ力持ちにするわ。はい。お、マオくんじゃん。うん、アイコンがそんな感じ。みんな職業ついてんのに俺だけ力持ちとかいうなんかめちゃくちゃ。一人だけ職なしの力持ちのやつがまさに。無職の特技、ね。医者欲しかったね、確かに。そうやわ、医者欲しかったな。あ、まあ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 。あ、俺先行くわ、あの1点目。あ、じゃあ、うん、私、じゃあ、じゃあ自分はしんがりをじゃあ行きます。はいはい。うん。じゃあ。エンジニアも早めがいいかも。うん。ああ、やっちゃった。うん、B ボタンで戻れ、まあ、まあ、戻れんか、何でもいいよ、とりあえずは一回やってみよう、あのルール把握が必要やから。はい、はい、よし、力持ちだ俺。アイコンどこがいいか、本当だ、なんかパワーが違う。右下でいいか。アイコンも力持ちだね。えムードメーカー来たぞ。ムードメーカーね、一番運ゲー。そう、コマを置く。はい、で、まあサイコロなのよ、結局はサイコロ運なんやけど。うんうん、はいはい。なんか、みんな駒置いたら始まるよ。ああ、みんなやらないといけない、これ一番の人がやるわけじゃないのか。うん、丸ボタンで多分みんな駒を置ける、まあ、よーし、みちみちじゃない。でね、ザザメ隊頑張るぞ。頑張る、まろ。月面だからみんなで生きて帰んなきゃいけない。そうそう、全員でこの345のどれでもいいんやけど、パネルを拾って帰んのよね。うんうんうん、で拾って帰って合計7個ちゃんと物資を持って帰れたら、合格なんだよね。あの左上にこうミッションかける7っていうのがあるから、あれが、7個物資を生きて持って帰れっていう、5人に与えられたミッションなんですと。はいはいはい、うん、で、その物資を持って帰るときに、奥の5の方が、あれね、壊れてる場合があるのよ、物資持って帰ってきたのに、せっかく、で、5が一番壊れてる確率少なくて、3は壊れてる確率が高いから、手前のやつばっかり持って帰ってきても壊れたものばっかりで、3ばっかり持って33333344みたいな感じで合計10個持って帰ってきても3が壊れまくってて7に達しませんでしたみたいなこともなり得ると。なるほど、うん、だからできるだけ奥のやつを、拾っていきたいという感じなんですよね。うん、で、この手持ちの僕だったら2個の酸素が、3つあるんだけど、これがね、自分のサイコロなのよね。サイコロかつ酸素なのよ。うんうん、だ、今酸素を3ボトル持ってると。で、うん、この酸素を使ってサイコロを振る。なるほど、うん、5で5出ました。でこれがねややこしいのが、なんていうかね、5なんやったっけな、アクティブポイントやったっけ、うんうんうん、なのよね。で今まず僕はルート開拓っつって、目の前にポンって置くじゃん か, だかここは飛ばして動けるようになるんだよね。うん、うん、移動で、これで移動すると1アビリティポイントで、ここまで進めると、2個先まで進めると、3アビリティポイントでもこんな感じで進めると、はいはいはい、うん、でさらにまだアビリティポイントが余っているので2あるから、うん、2あるから僕はさらにルート開拓をしてみんながどんどん進めるようにしますと、3はいいかって感じで、うん、で潰しちゃって、が簡単に移動できるんですってことね。はいはいはい、でこれでターン終了と。でフルコンさんのその職業のインベンターがそのルート開拓のスキルの消費が少ないっていう、そうそうそう、ポイント少なく置けるっていう、だから書店に動いてみんなの道を作ってるっていう感じ、やり得なのね、結局
今ファンキーだったらそのままとサイコロ7個で生還しなくちゃいけないので、うん、結局232のサイコロしか持ってないからだからこう、うん、あナイスでムードメーカーはゾロ目を出すといっぱい動けるようになるんだよね、うん、ファンキーさこれ神神神やっぱファンキーいると空気軽くていいんだよないいよなへへ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 で、OGS 起動3かかんねんけど、それを1で置けるのが砂ザメかな、整備士。ああ、で、整備士やってもらった方がいいんだな。やってもらうか。整備士が積極的に OGS を置くと効率がいいっていう。うんうん、で、OGS の上に座ると、右上にあるカードを引けて、まあ、とりあえず酸素を、取ることができる。とりあえず。うん。うん、ははははは。そうそうそう。なんでね、めっちゃ動けるから、まあ、俺の前にさらにルート開拓してくれてもいいし、もう4ぐらいまで進んじゃって1枚物資回収とかしてもいいし、そこら辺で OGS 起動しといてもいいし、まあ、もうなんかもう脳筋で最後まで行ってなんとか生きて帰ってくるっていうねえ、とりあえずちょっと移動して、うん、いいんじゃないかな、移動してルート開拓して OGS 置いてみたいなのが9だといっぱいできそうな気がする。そうだ ね、 そうね、じゃあ3、うん、直近の3のところ飛んで、はいはいはい、うんうん、堅実にルート開拓して、あ、いいです ね、 いいね、3は取らないというね感じで、ね、うん、7個取らんといかんのよね、で7個が成功しないといけないのね、うん、そうだからあのね10個は持って帰りたい、1人2個の合計10個は持って帰りたい、うん、で力持ちできれば当たりが7個あるでしょうっていう感じ、そうそう、うん、そうだからね、でその物資を持てるのもそこのね、あの合計5個を酸素と物資合わせて5個まで持てんね、あタンクのね数ね、そうそう、で魔王だけ1個、そうそういうこと、はいはいはい、うん、あのルート開拓で潰してくれると移動めっちゃしやすいのが、そうめっちゃしやすいね、じゃあちょっと先進んどこか、うん、あ、いいんじゃないですか、帰ってこれなくなるとかあるの、酸素なくなってある、だからそれが負け、ゲーム自分の酸素を味方に渡せるのよね、だから OGS でいっぱい酸素吸入した人が味方にこうわあのさ渡してあげたりとかして助けなきゃいけない、 3 3使って 3 マオさん、ファンちゃんナイス、ファンちゃんナイス、マジで最高、ファンちゃんよいしょ、あれなんかでも酸素渡すのもなんか AP 使うんだっけ、使うサイコロの出目、そうそうそう、だから、ね、あの俺ピンゾロだから地下だったら殺されてたよ、殺されてたピンゾロ入ってめちゃくちゃ運いいのに、でもカイジだったら大勝ちしてた、あでエンジニアはこのロボットで道を潰して、うん、あのルート開拓と同じような感じで使える、へえ、うん、しょっぱいな。あ、そうなんだ。なんかその自分が見たルールだとエンジニアだったので。そもそも。おお、すげえ。うんうん。じゃあ自分はなんか低コストで OGS を置けるんで。そうだね。な、ひらことか置きたい、ね、結構前に進んで置いちゃってもいいかもね。いいの出して。これダイスって最初に2とか振った方がいいのかな、なんか。なんか、いや。どうやろう、今回3使っちゃってもいいかもよ、まあ、で結構前で、まあ、みんなでも1コスで置けるんですよ私は、うん、その間入って OGS 置いてもいいかもね、うん、じゃあイラのね手前でデメ悪、リラ君の手前で行って1デメ悪、でここで、あそうか、自分はルート開拓しようとすると2使うのか、そうそう、 OGS 置いちゃってもいいかもね、じゃあ OGS 置いて、うん、じゃあこのキラ君との間でここでほらほらほらみんな酸素補給しな、ここで、すげえ、酸素は1補給、そこ通ると補給できるの、あとその上に乗ったら補給ができます、あ、なるほど、うん、なるほどね、だその上で行動を終えなあかんかな、
うん、補給はターンエンドだから、でしかもその誰かが乗ってると確かその上に乗れないので、そうそう、一人一人一人呼んだした。あ、これちなみにこれ、うん、あのしごろじゃあの一ひふみさんね、うん、まあなるほどね、そうそうそう、あなるほど、だから一日一も全然ありえんねんけど、俺もここ開拓しとくわ、うん、はい、おお、めこれで帰りがだいぶ楽になる、帰りが楽になるから、でOGS はいいかな。え、でももう酸素ボンベ1本しかないから、そろそろ補充しちゃってもいいんじゃないの。欲しいけどね、そこで終わったらね、2アビリティポイント、あ、2ポイントなんか無駄やし、うん、なるほど、あれこれルート開拓って1ターンに2回とかできないの。なんかできるけど、あの1ポイントになるのは1回だけやから。ああ、なるほどね、そうなのよね。え、じゃあ、あの前の方進んどくわ、俺。うん。で、はい、終わるわ。うん。俺が道になる。ファンキーさんは空気だからな。夢、ね、かだもん。ああ、いいっすね。ああ、すごいな。ファンちゃん、ちょっと進んで回収してもいいかもね。俺の前まで進んで、ああ、なんか回収できひんか。物資回収3いるんだよね。ああ、じゃあ、じゃあもうルート開拓とかしちゃってもいいんじゃない。なんか2位だし、開拓するとしたら、あ、俺邪魔やったな。あ、でも別に5ってルート開拓置かなくていいもんな。うん、あ、そっかそっかそっか、そうなんよね。じゃあなんか回収したいしな。うん、 OGS 置くとか難しいね。3、2個進んで OGS 置いちゃうか。あ、それはありやな、ありやな。うん、おこぼ、おこぼ、うん、そうありやな。はいはい、おこぼこぼ、うん、オッケーオッケー、拡張、ナイス、はい、で、魔王さんが、うん、で、力持ちの出番ですね、うん、力持ち、うん、3マグワスか。お、行く？お、9行きます？9出しとくわ、1回。おー、すげー、わーこれは、前のでじゃん、もうこれ物資回収してでもいいんかな。したいね。移動しようか。移動で、うん、酸素まだ吸う必要ないもんな、俺。だから読んでファンキーさんの、うん、あれ白って誰だ？白が？白俺。フルコンさんの前出て読んで、もう一個前出て5を回収してもいいんじゃない？俺。あ、でもいいと思う。ああ、そうだね。5出て、うん、3、4、5で、でこれでじゃあ物資を回収します。うん、いいんじゃないですか？おお、いいですね。前と後ろが拾えんのね。じゃあ前、あ、まあ前だ、ね、そうだね。拾いとこだ。はい、で、そこはマスではあるんだから、そこ一番ルート開拓したいとこなんやな。もう何もないから。ああ、そっかそっかそっか。オッケー。で、ロボットくんは、ロボットくんが 2,3 マスしか移動できないからどうしようかな、うん。でもなんかそっち側でアクセス、その OGS との間のアクセス良くした方がいいから、とりあえず済ませる。うん。はい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 、はい、で、ヒラッチがどうするか、むずいな。4か、うん、ちょっとね、むずいね。ルート開拓って、あ、ここの そこしちゃっちゃダメやな。ね、意味ないね。ちょっとも考え中、うん、人がいるとこルート開拓できないもんね。うん、俺もタンクなくなるから。まあでも OGS で補充して、なんかその、うん、タンク配り係みたいな感じ。そう、俺このターン、そう、補充してもいい？なあ、いいよ。うん、うん、じゃあ OGS 乗って、その後、うん、これ登らなあかんねん。あ、4取ったら、あれ、あ、そうか、開拓するんか。4をルート開拓して、うん、4取ってもいいんじゃない？取ってもいいか。あ、そうか、取ったね。F 定石って前後の位置ってことだっけ。あ、前後前後。そうそう、前後前後。うん、そうそうそう、うん。もらっちゃうわ。うん、これ人乗ってたら回収できない？そうやねん。そうやねん。だからね、邪魔にならないように動かなあかんね。オッケーオッケー。で、酸素補給。9。うん。で、これがね、あと運なのよ。今、あ、10分の1で、この、な、電磁波、磁気嵐。よし。もう1枚行こう。もう1枚行け？そう、何回でも行けんだ。そう、何回でも行けて。ギャブル、ギャブル。めっちゃうめえじゃん。もう1回も行けよ。お前、ちょっといいよ。ギャブル、ギャブル。めナイス、いいですね。配りまくるわ。めっちゃ強い。ナイス。お邪魔カードが1枚あるってことだよね。これ多分地なんか。そう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 。磁気嵐。磁気嵐だよね。ぶっ壊れるっていう。磁気嵐。お、でかい。まあいいねいいねいいね。でも自分は絶対もう OGS 億万になればいいのか。マオよりもさらに前に OGS 置いて自分が乗ってもいいかもしれない。
あ、めっちゃ前に OGS 置いて、はい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 、はい、5AP のとこまで進んで OGS 置いてからもう一回進むで OK なのできる、自分の置いた OGS を、そう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 、でこれで OGS を、うん、前に置いてその自分の OGS を踏むと、うん、そう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 、いいっすね、いいっすね、こういうのが必要になってくる、はいはいはい、そうで、終了すると酸素補給しますかみたいな選択肢が出て、そう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 、7分の1でお邪魔カードが、うん、ああいいっすね、ナイスいいっすね、もう1枚いっちゃいましょう、最初来い、スナさんががっつり引いてくれると、あのスナさんの横行けば俺とかマオがね吸収できんのよ、そうだよね、じゃないと酸素ボンベが配る係にじゃあ最初になろう、私は、そう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 、はい、ドゥン、あいいですね、あでも限界まで行って、限界まで行きます、行っていいっすよ、行っちゃってー、やっちゃってー、ああ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 あ足りなくなった人は隣に置いて、あきついな、まあ、開拓、あでも息ができなくなって、え、これ死んじゃうの、な俺 OGS 行くしかないんやけど、うん、俺の右ルート開拓してもいい、大丈夫、あの、うん、砂だめが次のターンフルコーさんの横で酸素を配るからだ、ね、あ俺 OGS 取るよ、あそうなの、あ、うん、はいはい、なるほどなるほど、うん、うん、あフルコーさん白かピンクだと思っちゃった、うん、白白白白、俺右のルート開拓しちゃうね、うん、4をルート開拓して左の酸素ボンベを取るってことね、そう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 、俺取るわ、うん、うん、でスナさんが磁気嵐引いてくれたから俺は安全に3枚取れるのよ、ああなるほど、もう出ないからか、そう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 、ゼロになってるから山札扱いなんてね、なるほど、そうなるほどなるほど、素晴らしい、3枚取るからファンちゃん酸素ないけど、いや大丈夫です、ちゃんと私が酸素を渡しに行きます、ファンちゃんはね、はい、もうあの俺の真横におるから、あのいきなり俺から取ったらいい、あーあーそうか、そうで、スナさんはマオシーにあげるのがいいんじゃないか、だから俺ももう壊れるまで吸っちゃうわ、うん、はい、うん、壊れる窓、でもこれ危ないね、2の4やろ、危ねえ、うん、もう抜けた、いやいや、もう一回行こう、いやこれ危ないって3分の2当たんねんで3分の2か、で、これ使った酸素はあそこに置かれていくから、あ、なるほど、そう、だからね、うん、なく全山札が決まってんだ、そう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 、オッケー、うん、お、おぶね、タンク共有で、タンク共有、うん、おー、俺から2個ぐらい吸ってって、うん、4つすると古川さん次死んじゃうから、うん、そう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 、うん、ありがとうございます。2個いただきまして、うんうん、これ左のこのバツってなってるところってルート開拓できないのこれ？あできるよ。あできる？もうやっちゃうかな、うん。あやっちゃっていい。うんうん。めっちゃやっちゃっていい。効率がいい。うん、それナイスです。もう拾えないし。ナイスです。オッケー、はい。うん。はい。ターンエンド。で真央さんは？これは砂さんのとこに行かないと死ぬのか、そうだ、ね、あるいは次のターン砂だめが補充しに補給こう私に行くっていうのも、うん、もうありやな、1個進んで回収しちゃうのもありやな、砂さんを信じて、そうで、でも回収するのって3必要なんじゃなかったっけ、4やろ今、うん、4だからいける、だからじゃあ砂さんを信じて、ああそうかそうかそうか、一歩進めばいいのか、で物資回収で、これケツの方がいいの、これって戻るのって先の方に進むの、うん、これあのね、これ自分で戻らるか、あの一番奥のバギーに行ったら移動力が2倍になる。あ、なるほど。それで、やけど、うん、普通に分からんねんな、そこが。あれ使うべきなんかどうなのかっていうのが。なんかね、バギー使うと OGS に乗れなくなるって聞いて。あ、そうそうそう。酸素が補給できなくなるって言ったから、もう酸素は持ったぜっていう状態じゃないとバギーに乗っちゃダメってなる。あ、いいですね、そのエンジニア。どうすっかな、3枚、いやでも3枚渡したいな、他の人に。2枚使うわ。うん。にごろ。お。あ、でも、ひらくんが、まあ、おっさんに渡すっていうのも。あ、全然あり。そうね。うん。すなさんで、私が取る係になってもいいし。うん。こっちに行けばいいかな。まおくんに渡したいけど。
そうだね。ここ右側の方がいいかな。いや、バツいって、マオがまた次回したときに速攻回収できるかも。ね、回収して、ね。でも帰るでいいんじゃない、マオ氏は。これは、ね。どんくらい取るのかが分からんけど、タンクを共有してもらって、どんだけ渡すか迷うね。そうね、平も帰ってこないといけないんだもんね。そうね。あ、でも大丈夫、マオ君のタンクは砂ザメが渡せる量あるから、平君は戻る量を多分。あ、でも、マオ氏も。あと俺物資持ってけるな。あ、そう。あるいは、ま、あ、物資渡せんだ。あ、そうか。だからもうマオ氏には2個、あの帰り道だけ渡して、物資と帰り道だけ渡して、うんうんうん、もう帰ってもらって、で平賀砂さんからもらった酸素で回収を始める、うん、あ、そうだね、うん、ありだと思う、うん、だから、うん、一応これでいいんじゃないかな、うん、これが4渡して、ここで帰れるかな。あ、でも一応 OGS 途中でどっちであるから、そうだ、ね、乗ってもらえればいいと思う。いいんじゃないですか、うん、いいね。じゃあ自分多分、あ、でも 3振らなくてもいい気がするな。これどうなんだろう。こうで、あれで回収って3必要なんだっけ。3必要、結構回収大変なんよ、うん、あ、でも OGS ちょっとワンチャン置きたいので、はいはい、あれでも 今 OGS をやっても山札が危険なのか、微妙っちゃ微妙なのか。あ、3分の2、ね、3分の2が、え、でも3分の2、まあ いやとりあえず3こう、うん、うん、あ、そうか、右に置かれていってんのか。あの3分の2は絶対引かなあかんのか。なるほど、そう、 そうかそうか。でまず平くんにいくつ、うん、1個渡しとくかな、タンク、うん、そうね、タンク渡し、まあワンチャン平くんが真央くんに渡すっていうのもあるから、うん、じゃあ、うんうん、ちょっと 2を渡しておきます。じゃあ、はいはい、真央くんさらに隣の5も回収して帰るっていうのはありだから、僕がさらに渡すのもいいと思う。それをじゃあこちら渡して、うん、決定で、うん、よいしょ、うん、ナイス。で、OGS をどこに置くかだよな、うん、で物資回収して1個進んで OGS とか。あー、なるほどね。物資回収、うん、物資回収もさっきのやつの物資を回収した方がいいのかな、もう多分。あー、まあどっちでも、あー、そうか、1個進んでから、1個進んで、うんうん、目の前のやつを回収して、うん、OGS 置くとかいいかもね、うん、じゃあ、1個進んで、目の前の資源を、物資を回収して、追うで、みんなが生きられるようにオイルスを、いいですね、うん、目の前に置く。ナイスナイス、素晴らしい素晴らしい、終了します。あなたの番です。カード選んでください。俺も物資回収したいな。うん、で5人合わせて10個ぐらい多分持っていかないと、多分そうなんだよ、7個はきついってことだよ。うん、結構きついね。きついね。あ、どこも回収、あ、でも俺だとここ回収できんのか、するか。俺ね、俺だけ黄色の上乗れんのよ。へえ、うん、ああ、だからここ行って、黄色自分が置いたから乗れるわけじゃなくて、他人のも乗れるかな多分。うん、俺インベンターだけ職業上って感じで回収して、うん、でこうしかもここルート開拓して終わり。ナイス、いいんじゃないですか。戻りやすいですね。いいんじゃないですかこれ、ね、うん、いいですね。今これで物資が5個か、うん、あと1、2、3、4、5、うん、あと1人1個ずつぐらいちょっと回収していかないと。そうだね、はい、1人ずつ、うん、1個ずつぐらい回収して生きて帰るっていうことで、うん、うん、OK、運命のダイスロール。おお、ムードメーカー、ナイス。ナイス。すげえ。ナイスムードメー。ムードメーカー。来た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 。ナイスですね。ファンキーさん、もう戻り始めちゃっていいんじゃない？多分生還し始めちゃって。ファンキー、物資ないよ。僕何も持ってない。あ、いや、そのまあ戻り道で用を回収していくとか。ああ。そこと。じゃあさ、一個戻るか進むして、うん、OGS の上乗って、で横回収して。で、今結構 OGS 危険やから壊しちゃうのありやな。
ファンキーさんがもう砂嵐出して、うんうんうん、なんか安全なやつ。砂さんの横の OJS 壊したくないねよな、うん。そういうことか。ほな、ここ乗ろうかな。一個右。あ、うん、手前のでぶっ壊しといたらカードが共有だから戻るってことか。うん。あ、でも酸素あんまりもちもちの状態でやるとあれなのか。うん。うん、OJS 起動太郎して。あ、やった。ちょ。物資回収かな。物資回収で4を回収しちゃって、ターンエンドで酸素補給ができる。うん、で、まあ1余るけど、これはしゃあないかな。うん。オッケー。はい。うん。これで酸素補給で、まあそうなるやろな。まあせやろな。あ、そこ2分の1なんの、うん、きつっ。ああ、やばい。きつ。そうか。なんならんねや。俺はじゃあもう切った左側取れんのか、とりあえずダイスするわ。うん、出目によって大きければワンチャン。でかっ。いいですね。素晴らしい。そしたら、もうさあれ物資回収できないのは、ケツの取ってあんのか。俺、帰宅でよくね、そしたら移動選んでから戻れるよね、これ。うん。じゃあ俺、手前の OGS 踏んで、ていうか7。ん、あ、1マスタリンか。1マスタリンな、帰れんな。マジか、帰れんやったら帰った方がよかったもんな。うわー、ね、帰りたかった。すげえ帰りたかった。惜しい。足りねえ、これは。オジエス乗る手前の。俺のタンク共有。ランヒーからタンクを1個もらうしかなくて。あ、そうだね。うん、じゃあ、2のやつ1個もらうよ。そうだね。いいよ。うん。そしたらこれで、2のやつを1枚もらって、もらってで、これもキロに着くよ、そしたら。そうだね、うん、帰ろう帰ろう。ナイス。物拾いながらキロに。2,3,4,5,6 OK。いいんじゃないですか。はい、ね、じゃあ終わりで、うん、次の出目によっては拾ってから帰るか、普通に帰るかにしよう。うんうん、そうだね。2やから確実に帰れるね、そこの位置は。最低出目でも。5,6 この。ああ、でもまだ全然物資足んないのか、これでも。そうなんよな。今で採点補助やから全部当たってたら、あ、じゃまだ足りないわ。うん、足りないわ。1,2,3,4,5,6 だからね、まだね。そう。全然足りない。全部当たりだとしてもクリアじゃないってことね。はい。おお、まあ、いいデメですね。ああ、でも4か。4。物資回収3だもんね。ファンやねん。あー、どうしよう。だ、平打ちでルート。でもその、バツのところにロボットを動かせたり。あ、もう動かしちゃった、ごめん。あ、動かしちゃった。だから、ルート開拓するか。うん、それありやね。あー、うん、ルート開拓はありだ、ね。ありあり、はい。帰り道、楽にしよう。ありあり。で、OGS?、うん、かな。OGS で、砂ざめ。あ、でもここ壊すとあかんか。むずいなぁ。あ、そこ先進んで物資取りたいけど。でも、安田さんもう一個置けるから。あ、そうだね。大丈夫、そこ壊しても。そこ壊しても大丈夫。また置けるんです、なんだろうか。いけるいける。よし。タンク、でもタンク共有で奪えんのか、砂さんから。タンク共有で。最悪ね。うん、渡す砂さんにんで引く。 でもお前、いや引けるかわからんもんな。2分の1やからな。まあ終了でもいい、いいかな。うんうんうん、うん、よし、じゃあ終了してギャンブルするぜ。いけ。まあ大丈夫、酸素は置くので。はいはいはい、任せて。 OK、 今回なんかいっぱい行動する気がするから、ちょっと3、うん、回すわ。うん、ワンちゃん1個回収したいよね、砂さん。4か。あー、もう微妙い。これで自分は、いやーむずいな。ひら君は次のターン動けんのか、一応。うん、なので、4でしょ。4って全然、そうか、もう1欲しかったな。いやー、そうね、しゃあない。これむずいね。なるほどね。でもどっちしろここで OGS 置かなければ、うん、死ぬね。酸素が死んじゃうので、どこに置くかやな。どこにで、お、
で奥に置かないと多分ひらくんの帰り道が一マス多くなっちゃうんだよね。あ確かに、うんうん、だからでルート回バツの上立っていや、移動ボウ無理に狙わないで4とか回収しながら帰るみんなででもいいかな、うん、うん、もう5あと3つしかないから、はいはい、うん、砂さんが酸素あの限界まで引いてどんだけ引けるかで決めるか、うんうん、ああなるほどね、うん、そう1枚は確実に引けて2個目の山に行くけど12分の3やからかなり運ゲーなよな、うん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 、じゃあ奥に、ま、奥のバツに移動して、うん、で、うん、奥に酸素を置いて、うん、よいしょで限界まで引く。ヒラッチにさタンク共有でもう持ってるやつ渡しちゃってもいいんちゃう？どうせ1枚は絶対引けるから。うんうん、じゃあ、うん、タンク共有でヒラ君に私の最後のタンクを渡して、はい、うん、私の最後の酸素です。ええ、でここから引きまくるっていう。うん、で、行け引きまくれー。おっしゃれ。でアクション終了でまあまあ。無意識俺に渡せばよかったかも。うん、あま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 あ、急が移動があったか、どうせ帰らなあかんから、うん、そうそうそう、ごめんごめん、まあ、最低保証はあるわけだよねこれね。そう最低保証これはある。12分の3をずっとクリアすればいいわけだ。そうです、そうそうそう、まあいけるでしょ、ね、え、ここにいけ、ああれいけナイスナイスいけるかな、いいよいいよナイス、強い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 、あーいいのか、これで、うん、よし、うん、強い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 、熱い熱い、ナイス、素晴らしい、砂ザメ、あ、俺最後か、何気に、人間酸素ボンベになる、そうか、俺最後や何気に、4、うん、さんその手前側の GS で補充するとか、で、か物資回収4したいねんけどな、どうしよっかな、諦めるか、4でしょ、1で移動で、じゃあ3、ここで3か、うん、そのあの罰のところに、そう、菅さんのところに行って、うん、タンク共有しまくるとか、うん、ふ、あの菅さんのとこまで行って、まあでもそれやったら帰り日に、うん、確かに、まあ、じゃああのなんか、うん、ファンキーの左隣のバツになんか黄色置きたい、足場を置けたりするの、あのね置けんねんけど、うん、黄色のファンキーの左の黄色に上に乗ってルート開拓したらそれで終わんねん俺。ああ、で次のターンが始まったらフルコンさん死んじゃうのか。そういうことなんですよね。死ぬとどうなんの、うん、もう全滅。あ、全滅になるの、全員で帰んなきゃいけないね。だからめっちゃ協力ゲーやねこれ。じゃあ例えばそのああそうかそうか、ああそうか、例えばあのさ、OGS の1個右のところに立って、うん、右をルート開拓してで次のターンのファンキーが OGS に乗って、うん、あんで今日コンさんに補充、いやできない。ファンキーあと酸素1個しかないから、最後のやつ使って酸素補給して終わりやから、それでターンエンドやから俺に渡す時間がないね。共有ができないのか、そうや、ね、死んじゃうのか、あそうや、ね、あ俺アンパイ取った方がいいな。これ5で OGS の上乗って俺の下の4潰しちゃっていいかな、ルート開拓で。あ、いいじゃないですか。かな、あんま潰したくないとこではあるけど。あ、でもルート開拓を潰しちゃうと、うん、ファンキーがフルコンさんから酸素を受け取るってことが多分できなくなる。あ、ほんまや。ほんまや。ほんまやわ。だから、フルコンさんの一歩左の4を潰しちゃうとか。あ、せやな。ルート開拓で俺の左潰して、で、3で動くか。まあ、それやな。うん。あね、なるほど。平砂ザメの帰り道をちょっと補充する感じで、ね、うん、で俺これで磁気嵐引いたら終わりじゃね。それはもう引かない引かない、9分の3だから、
十分の3は引かないよ、実況者は。いや、引かない、大丈夫、大丈夫。大丈夫、うちの終了します。はい、いや、これ怖いよ。大丈夫、大丈夫。これで、これで。やばすぎる。誰かフルコーさんに酸素渡さないと次の。やべえ。ファンキームードメーカー頼む。ムードメーカーファンキー。うん。4! でも、これは、ファンキーは、ヒラッチに、あ、ちゃうわ。ん？あいつも、ね、さんが死ぬんだよ。俺が死ぬねん。砂溜めが急いで戻って、うん、2人に渡すことってできんの？いや、めっちゃでかい数字出さなあかんよな。例えば、2、マオ君の最後の酸素を奪う。あ、でもそうするとマオ君死んじゃうのかな。マオ君はマオが死ぬ。次のターンでマオが死ぬ。あれはマオの帰りようやから。どうしよう。あいつまで。え、あれヒラ君の隣にいて酸素をもらうとか。まあとりあえずそうするしかないね、ファンちゃんは。で、自転車操業すぎる。そうなんだけど。フルコンさんが死ぬんよ。だから、砂溜めさんがいい出目出して。私がいい出目出して、フルコンさんに酸素を渡すしかない。だから、ヒラ君がなんと回収係をなるっていう。だな、2でしょ、2で。ヒラッチから1個もらうしかないねんけど。となると、帰り道考えてちょっと手前側でもらうしかないかな。そうだね。宇宙って厳しいな。厳しい。こんな恐ろしい。いただきます。すいません。はい。はい、どうぞ。一個やな。一個だね。じゃあ、2の方に。ああ、ちゃんと人間できてる。3の方取ってく。選べるのはファンキーさんですよ。あ、でもファンキーはムードメーカーから2の方がいいのよ。ゾロ目出やすいし。あ、そうか。そう、3のゾロ目出ない、なかなか。ってさ、ラーヒーさんに渡してうまみあるない。どっちでも特にどっちでもって感じ。まあ持ってていいんちゃうかな。オッケー。マオさんがなんとかここ物資回収。でも、頑張れ物資。マオさんはここで5を出したら5出したら神ですね。神。物資回収かつ生還っていう。いいさん。ハンちゃんはスナさんが動けるように、まあできるだけ。あ、戻っといた方がいいんか。に多い方がいいよね、多分。そうだね。さあ、これは俺5出したら神。頑張れ。はい。6出ます。お、神神神神神神。神。ブシブシ。物資回収で4を拾って。あなたは神か。素晴らしい。力持ちだ。いや、この力持ち。力持ち。めっちゃ仕事してる、この力持ち。4つを持って帰った。期間。素晴らしい。うん。あとは当たりがあること。さ、平田ち。あとはロボットどうしよっかな。ロボットどこに？あ、でもバツのところに置いた方がいいんじゃないのかな。まあまあ変わらんよね。うん。うん。そこでいいんちゃう？このまま？このまま確かに。あ、そうかそうかそうか、別にいいのか。次ターンのこと考えたらちょっとずつでも進めといた方がいいんかな。帰らせるか。ヒラッチ、帰れなのかな。あるいは何かあった時に、ファンキーさんに酸素渡すように、ファンキーさんの右隣開けといた方がいい。あ、確かにね。そうね。ああ、そっか。出目の悪かで次第で。ほい！お、いい出目！いいね。いい。ナイス。あ、7でかいね。7は、回収。でもヒラッチないからな、酸素。そうないよね。スナさん次のターン俺の横来なあかんから、そうだね。スナさん伸ばうか。手前側に行ってほしい。あ、確かにスナさん、スナさんの横行って、え、そう。もらって帰る。残り5だよね。5だからそれで5はまあ。残り5で。あ、だヒラッチはスナさんがどいた後にそこの OGS 使う予定で。そうかそうかそうか、そう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 、右隣の物資回収&、そこルート開拓して砂さんから酸素もらって終わりとかでもいいかもね。7だから、うん、
で最後のターンは砂ザメの今足に場にある酸素をなんとか磁気出さずに酸素ボンベやって、うんうんね、帰る自分で帰る、うん、わどうしようかな。まず砂さんの右に行ってこっちの物資回収して残り2ポイントでしょ。でとさらに、うん、か宇宙兄弟みてえだすげえ。あるいはヒラ君が右隣のやつを回収して、そうそうそう、で右隣にルート開拓しちゃって それで5 で砂さんの横行って、酸素共有でちょうど7酸素もらって、あやべえ頭こんがらがってきたわ、うん、俺まず砂さんの右行っていい？はあ、いや右の5を回収してからの方が良いかもしれない、うん、でも砂さん砂さんいるせいで回収できないから、あの砂さんのさらに右隣のやつ回収してんだよね。自分の右よ。あ違う違う、あの手前そう、あここあこいつね、うん、そう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 、やーべー、奥のやつは多分砂止めが回収あー、うん、出目が良ければしようかなって回収しとこうと、はい、うん、回収して、うん、そこルート開拓あれできない あもうルート開拓ないんか、あーあー駒がないんだ、黄色がないのか、ないんだ、はい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 、はい、黄色どこにあんのマックスって、いやもう右下の方にね、うん、右下に並んでて並んでた、うん、ああなるほど、10個が上限なんだ、うん、じゃあこれでタンク共有で、タンク共有してまあじゃあ2個あーでもフルコンそうか、自分ちょっとフルコンさんと、うんそうだね、フルコンさんとファンキーにも多分渡さなくちゃいけないので、じゃあ2を1枚で OGS 踏んで、うん、もうそうで2あそうだね、次2、1枚2で目指す必要ないので、そうだね、2で、ね、うんうん、で、ね、自分が持ってる3つの酸素ボンベをファンキーとフルコンさんに渡しながら3人で生きて帰るっていう、うん、うん、ファンキーはワンチャンあの2でムードメーカーしてくれる、うん、でこっからもう酸素の補充場所がないので、うん、あともう何やろ奥あそこ掘った方がいいんか、砂さんが一歩でも動けるように、砂さんそうか、うん、資材買え回収するから俺が資材渡しちゃいけないか、あいや あそうか、まあ一枠開けといた方がいいんかな一応、そうねそうね、ワンチャンでね、じゃあ資材、そっか、ひらっち動かん方がいいよなこれ、砂ザメさんがこっち戻ってくるから一マス分潰してるからね、そうだね、うんうんうん、もったいないけど8かな、ここもし5を出したらこの隣の次のターンで5を出したらこの右隣のやつがワンチャン回収できるからで、ね、OGS 乗れるから、ね、こっち行っていい、うん、あいやいや、あの砂さんが一歩でも多く動けるようにそこ立っててくれた方が B で戻す、 B で戻せる、あ、はい、戻せんだ、まあいいわいいわ、ごめんごめん、で、はい、難しいな、むずい、私がやるのは絶対マストがフルコンさんに酸素を渡すか。3、4、うん、そうだね。5で渡すか、6出さなあかんわ。結構重い。3、4、5、あ、6、あ、じゃあ3使うわ、3。うん。3使わなあかん。6って結構重いぞ。1、ひふみさんやから2平均以上出さなあかん。まあ、砂さんは出すよ。ね、はい、わあ神天才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 やばい天才、やっぱ砂ザメなんだよな、やったぜ、ファンキーは次に酸素ボンベあんのか、で、うん、もう俺の横来て、はい、じゃあここで物資回収したらフルコンさん死んじゃうわ、死ぬ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 、うん、じゃあフルコンさんの横行って、いやー神、やだぜ、でタンク共有で、どっちの運がいいかな、そうやねんな、どっちの運が良くてどっちだったのか自分もちょっと変えらなきゃいけないのか、これそうなのよ、で次で、次に、いやもう好きな方、お好きな方どうぞ、1、2、3、4、うん、次に4出す、うん、待って、あ、2じゃ変えれなくね、うん、ええー、次多分、フルコさんにタンク渡した後に右に1歩移動するから、うん、自分ははいはいはい、ああ、うん、じゃあなのでフルコンさんの方が多分たくさん出目を出さなくちゃいけないのか、そうだね、多く、あ、うん、あ、いや、あの砂さん踏めるからフルコンさんは、
1,2,3,4,5 出さなくちゃいけない。自分は3渡さないとダメだ。3渡して、うん、砂染さんが右に1個行って 1,2,3 そうだね、4出さない、砂さんも4出さないといけない。重い、重い、重い、重いよ。ブルコンさんは3ないと絶対に死ぬから。そう、うん、だそうだね。いやマジで 2渡して5出せっていうのはなかなかきついのでね。実況者は引くから大丈夫大丈夫。よし、でこれで最後自分が1個右にで、次自分は4出さないと生還ができないのか、はい、5最低5か。でもフルコンさんがめっちゃでっかい出目出してルート開、あ、そうだ、ルート開拓できないのかも。うん、できないね、せやねん。あ、もうフル出すしかない。でまず勝負がフルコンさんがまず最初、まず5、まず5、まず5、命をかけたやつ。そう、5でで8出せたら、8、9出せたら横回収できるから最高やな。うん、最低5、5出せなきゃ終わり。ここで、まあ、ここから連番でフルコンファンキー、ヒラ、砂染全員が命、全員が命かける。やばすぎ。いくぞ、はい、ゴー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 。よー、あ、でも帰れる、回収はできないな。回収はできないか、帰るだけだ。まあまあまあ、3の、そっか、5の、あ、3、1単ねのか。そう、帰るだけなのよ。8だったらね、1個回収できてるけど、もう帰るしかない、俺は。すまない。生きてるだけいい。いや、生きてればいい。命が大事だよ。帰還しまーす。はい。で、次、ファンキーさんが、ファンキーさん、いくつで帰還できるの、これ。1、2、3、4、5、6、7、8。8だから、え、あれゾロ目だといくつ？3のゾロ目しかダメじゃね。3のゾロ目で生還できる。3のゾロ目しかなくない。あ、でも俺よりさ先にさ OGS 持ってさ、あ、ん、あ、いや、ヒラッチはその OGS 絶対引く必要あるよ。え、そう、ファンキーが上に乗っちゃうとヒラ君が OGS 乗れなくなっちゃう、乗れないし帰れなくなるから、うん、ヒラが死んじゃうから、ファンキーは3ゾロを出して帰ればいい。あ、3ゾロ出して帰ればいいんだ。でかっ。え、あかんの、わしが OGS 乗って酸素補給しまくって、あ、それを俺ヒラに押してわけわけはできる。そうか、だからそっちの方が硬いだろ、絶対な。ファンキーが3ゾロ出したらもう帰っていい。で、まあ、そもそも3ゾロ帰れ帰れ。そうじゃなかったら3ゾロ3ゾロ OK。 いや引くって、だってみんな引くよ、引くよ。だってグラサイ使う、グラサイ使うわ、グラサイ、グラサイ、ロール、やば。じゃあもう OGS しかない。 OGS チャンス、頼む。2回目のこれも、これも時期、これまで引いてください。時期来てるんだよ、いけ、引きまくる、ファンキーさんが、どうも、引きまくる、ダーッ、終わった、ファンキーさんが死んじゃった、終わった、ファンキーさんが月面で最後のやらくなって死んじゃった。そして連鎖的にヒラさんも死ぬ。あ、3ゾロ出てる。ホセヨくんの耐えるか、耐えるか。あ、ヒラッチ奥の乗ってみて。あ、そうね、うん、あ、でもこれ乗っても一旦消費だわ、これ。それで一旦消費か、うん、じゃあバギーの上でヒラは死ぬんか。よっしゃー、憧れのバギーに乗れたんだ俺は、やったーって言いながら死ぬよこれ。宇宙船からすげー離れた、やったー、あるよ。スナタは帰れるのか。私は生きる。やったー。なぜ？あ、帰れた。ごめん、ファンキーラスマネー。スナさん帰還。スナさん帰還。あー、合う。はるか、すまねーって言いながら帰るの。すまねー。宇宙船のはるか向こうで窒息死しているクルーを見ながら。あの、やったー。持ってきたロボットが泣いてる。死んだ。でしかもこれ全部持って帰れてても5個しかないから失敗です、うん、めっちゃむずくない？だから、え、俺、あれ、パッツついてる3つは壊れてたってこと？そう、うん、そうだね、めっちゃむずいね。仮に生還しても5ポイントだけでミッション失敗ってことか、うん、そう。ちょっと待って、これ制限時間付きでこれ、あ、そっか、プレイヤー人数が5人までやんけ。5人までです。5人まで、
ごめん、ちょっとトイレにちょっとごめん、もう一回行きます。面白いけど無事。めっちゃむずいっしょ。まあ、これこうクリアしてるやつ見たことないねんな。うん、いろんな実況何人かやってはるけど。うん、そうだからね、俺これ一回でいいからクリアしたいね。クリアしてみたいね、これね。めちゃくちゃむずい。これでもそのミッション目標マイナス2やから、あのデフォルトミッション目標9なんよね。怖い。前立ち回りあるんだろうな、職業のシナジーと。多分ね。うん、強い職業をするぐらいしか思いつかんもんな。医者っていう酸素ボンベの共有タダでできる人おるから、そこは入れた方がいいかもしれん。うん、ああ、そうか。でもまあ、うん、今のムードメーカーの運ゲーは入れたいな。そうね。ね。ムードメーカーが引いてくれた時のあの、まあ1ゾロとか出してたしな今回。そうそうそう、うん、あそう3で1ゾロ出してたもんな。そうね。ねえ。なかなかあの移動のダメージはでかい気がする。めっちゃむずいこれ。むずいわ。むずいけどおもろいわ。おもろいのよ。いいね。よっしゃー。やばい、これはこれめっちゃ面白い。これ攻略して。やろう。やりてーこれ。力持ちいらない。あ、まあ確かにあの。うん、あんまいらないね、うん、あの幅が大きかったから持ち帰れたって感じでもないもんな別に。そうね、あ、待って、まあね、組み合わせによって持ちたいってことはあるだろうけど、多分それよりもっと強い職入れた方がいい、ね、キャンディー魔王がいい動きしただけだな今回は。ルーキーっていうのがすごい強い、うん、あ、そう、振り直しができんよねサイコロ、うん、ルーキーは。あ、それ強い。ああ、面白い。最後ファンキーに3のゾロ目指せば帰れるよって言って、めちゃぶりが面白い。ファンキーが生還できるデメってなんだっけ、あ、3のゾロ目だっつって。ねえ、インベンターはマジ絶対必須だな。うん、めっちゃいる。多分数なくなるから、アスリート、OGS、うん、結局インベンターは手前側に引き詰めた方がいいのかな。今のね、そうだったよな。うん、まあでもさ、なんか中盤の盤面でさ、さ、なんか後ろの方にも敷かなきゃいけなかった状況は確かにあったんだよな。ね、でも手前じゃない、うん、だって絶対通るし、日本はそう、全員が通るからやっぱ手前なのよ。うん、手前だと思う。だからそれ前に奥で酸素共有どれだけできるかってあるかもしれないな。あ、これいいし、いいし。これはね、毎ターン1回だけ 0FP でタンク。ああ、そういうことか。はいはい。これは結構でかい。うん、この人が OGS で引いて、そうそう、うん、待たせるから、そうか、うん、意志は強い。あと、じゃ意志、ルーキー、インベンターは入れよう。で、うん、ムードメーカーも入れよう、運ゲーで、うん、俺たち。あと一つはもう自由枠で。じゃあ、私、次、意志をやりましょう。はい。はい、はい。俺も一回インベンターやるわ、まあ、同じく。うん、はい、ね、ってなるとやっぱラヒーさんはあれか、うん、エンジニアもいいよ。エンジニアも強いよな、それエンジニア強いと思う、うん、エンジニアやっぱりひとまずみんなのデメを減らせるみたいなもんだからね、うん、あれ、うんうん、あ、なるほどね。ファンちゃんとマオのどっちがムードメーカーやるか。ムードルーキーです、よろしくお願いします。ルーキーいきますか。はい、ルーキーで。簡単に選んでんじゃねえぞこれ。で、ね、とか言ってやりたかったんでしょ、ファンキーさん。ムードメーカー。いやー、三のゾロ目も検査して。ありがとうございます。じゃあ行きましょう。いやー、正解したいなーこれ。ね、いやー、行きたい。ちょ、ほんまクリアしたい。あのさ、これ本、エンジニア一番目にさせてもらってくんない？ああ、なるほどね。手前でエンジニア一番目にして、で、あのロボットでルートを作って、うん、で、うんうん、その後インベンターがあの敷いてくみたいな感じの方が効率いいんじゃないかな。いいんじゃない。うん、うん、いいと思う。これ本来はミッション9ってことだよね、マイナス2にしてるけど。そうなのよ、多分、うん、めちゃくちゃむずいねこれ。ルーキー後半の方がいいよな。ルーキー後半の方がいいよね、多分動く。あ、そうね、後半でデメ選んで、うん、うん、そうね、3番、じゃあどこでもいいもんな。じゃあ3番、俺2 で、 で、いいだね、いいね。なんかこの役職まあまあなんかあってそうでいいな。なんかちょっとなんかなんかいいな、うん、これ、うん、ファンアートも見えたもん、なんかこの配役合ってるよな。
あでもあの OGS1 置く人いなくなったで、ね、今回そうか。あ、ほんまや、整備士がいなくなっちゃった。あー、それやばい、忘れてた。いやでも、まあ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 、これ運命をこれでいきましょう。ムードメーカーがあのゾロ目出せば OGS 置けるから、いっぱい OGS 置ける。もうええってその単語、もう嫌だ。すげえな。助けて。三のゾロ目を求められるのちょっと面白かったな、あれ本当に。三ゾロ。三ゾロ出せば買えんじゃんっつって。会議の近キロ編でいいデメ出したら勝てるって言ってるようなもの。そうそう。まあ引くんだろうなっていう前提でみんな出たからね。よしゃあ、あ俺三なしか。最初手三で開拓したかったな。あでも俺三二枚あるのでかいな。あそっか、これ手札はランダムか。もう一番手前に置いちゃっていいんじゃないこれ。うん、目の前開拓します。うん、はい。あいいね。うん。で、うん、ここもここは開拓できんが、まあ進んじゃうわ、ほんじゃ限界まで。うん、はい。ありありあり。終わり。はい。お、じゃああと三の三のゾロ目お願いします。OGS 敷く場所無事よな。でも確かに4のあそこら辺にだから1回ゾロ目出してもらって4に行くまで行って。ファンキーさん。今回は調子悪かったっぽいけど。まあ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 。次回は確かに。次回はね。あもうがっつり進んでいいと思う。進むわ。うん。わあ振り直し必要。ルーキーです。ルーキー3でめっちゃでっかいやつ出して OGS 置いて。うん、あれすると五か絶妙やな。まあ振り直せたらじゃあもう一回振五でしょ。五は中間値だな。すげえ中間値なんよ。悪くもない。上ブレ。おお。ブレたブレた。いいいいいい。いいね上ブレきたね。OGS いくらだっけ？三。三。あ三か OGS。三か。じゃあファン君前に出て。だね。OGS 置いていいな。ありあり。ここは OGS 絶対いるもんな。OGS を起動して。そうね。え、何これ？あのうちあのさ、せあの何 S 字で曲がった上のとこにも置けんだけど。え？ん？え？あこれ違う？だかしかないよ。左右左右手前か奥かだけのはずかな。あじゃあごめんなんか画像がもうドンピシャだったわ。左右左右。そうね。そうね。終わりだね。オッケー。うん。で、あれ宇宙士どういう酸素渡すのがコストが低いんだっけ。そうだね。いや一回だけゼロ。毎ターン一回だけゼロ。デメによってはもういきなり OGS 踏んで自分の酸素マオシーに全部渡して引くもありやな。ああ、なるほどね。うん。デメによってはだけど。デメによってはでかつ OGS の目の前になんか。ルート開拓するとかもありんだ。うん。でこれあれ、これ三とかを使っちゃえば山札に三が入るんだっけ？うん。これ使ったカードって山札にどんどん積まれてくる。なんか見た感じそうだったね。うん、あの真央くんの三が今その5分の1のところに入ってるから、はい、捨て札がどんどんあそこに入っていく感じだね。いいカードどんどん使ってなんか三がいっぱい出るようにみたいな。じゃあどうぞ言っちゃいます。でん6 OGS のって回収できるやん。123とりあえずここまで行って3進んで、うん、で回収した上に OGS から砂さんが全部いいタンク引いてくればはい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 。でマオシーに全部あげちゃえばな、うん、あなるほど1個は引くでしょう、うん、6分の1やもん、物資回収で、目の前の物資回収してタンクを共有して、真央君に全部共有してってことか。そうだね、うん、じゃあ物資を回収、いい、ね、目の前の物資回収ではい、はい、で、タンクを真央君に共有、うん、じゃあ全部いっちゃいます。いいんじゃないですか。あでもワンチャン、ワンチャン磁場が出たら真央君次行動するときに1個ちょっと自分に。あそうだね、はい、いやそんなん出ないっすよ砂ザメさんが。まさかね、まさかまさか、ね、まだ6分の1だよね。まさか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 ねえ、そんな6分の1だぜ。よし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 、いいですね。続きまして、はいはい、おいいですね、ナイス。もう
もうそれナイスこれこれ壊さない方がいいな。だってあのこれまた酸素使ったら向こうの山札増えるってことでしょ。これ止めた方がいい。あのね、なんかね、多分ね、山札増えんのね、あの11の方やねん、次からは。なんかちょっとルールがよく分かってないねんけど。そうだよ、この、うん、数字の増え方があんまりよく。あ、で、自分たぶんあの酸素ボンベ渡すマンなんで、いっぱい酸素持っちゃってても。大丈夫さ、引かない引かないうん。まあまあ、まあ、いいよいいよ。この2個はもう絶対安牌。いいよいいよ。あ、そうそうそう。次2枚安牌で引ける。うん。そうですね。いいっすね。うん。いいね。じゃあ3で奥地まで行っちゃおっかな。オッケー。そい。そい。で。まあどうすっかなルート開拓あるいはなんか平くんのそうそう左にルート開拓とかしちゃってもいいんじゃない。ああそうね、あそうね、ルート開拓ありだね、うん、やっぱ正感が難しいんでこれ。あ、ね、ここの左ね、オッケーオッケー、うん、そうね、3取らないから3はなんか1マス置きみたいな感じで潰しときたいね。結構なんかさっきのゲームだと奥の方に黄色のそのルート置いちゃってなんか、うんそう奥に行った人しか有効活用できなかったんで、うんそうね、どうすっかな、まあ、OGS はもう選択しないから、じゃあ行くだけ行くね、行くだけ、うん、そうですね、はい、あいいね、ナイス、俺か、ナイス、まあとりあえず、うん、ここで、でかいで目出した人がまあ OGS 置いてく係みたいになればいいのかな、うん。しかも確実に酸素出るしね、次の OGS、うん、どうしようかな、ここた綱さんの左立って物資回収しよっかな、綱左周りだと1、3だから、3、4か、綱さんにフルコンさん毎ターン黄色置いてルート開拓してほしいというのもちょっとあで、それでルート開拓すればじゃん、うん、だって1で綱さん左行って3で回収して、そう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 、3で回収して、回収したところ、そうああそう 100点ムーブよ、そう100点満点だな、いいでしょこれ、さすがインベンターの100点満点、ね、で次はじゃあムードメーカーの100点満点みたいかな、いいじゃないですか、うん、3ゾロ引くから9移動できるでしょ、だから9移動できてしゃべんなしゃべ終了さあさあさあムードメーカーお願いしますよ、え、そっち？そっち ?3 で行くの ?3 で。で、OGS 置いて。あ、じゃあもう12動けるってことか。そうそう、12分のやつだよ、みんな。3行くの大丈夫で、あー、惜しい！いや、でも、な、いい、でもいい、いい、いい出目。普通にいい出目。1個回収するか。5? これで、ここで1個回収してステイするか。5をどっか。もう一気に進んでもいいぐらいやな。あ、山札システム意味わかったわ。あの右側のやつが捨て札で、うん、左がゼロになると1枚ずつ磁気カードが増えてシャッフルするんじゃない、うん、そうだね。お邪魔カードが1回ずつ増えてくるのね。うん。これじゃあ進んどこか。だってそうだな。3つ使ってんもんな。うん。進んで、でもちょっと OGS 誰か置く係をやって、出目がでかいんだったらやってもらいたい。あ、でもまあまあ、あそうか、お、え？よ、一応やばい、それはやばい、そうじゃないかも。ファンキーさんの酸素を渡せる人がいなくなっちゃうかもしれない。あ、そっか、じゃあ三の残しだから、そうだね。ここに移って、うん、三の残し分を OGS 作るか。うん、これ OGS 手前と奥どっちに置いた方がいいんだろうね。手前じゃないかな、これ感覚的に。手前かな。そこからこのもんだから、うん、死ぬもんな OGS が腐ったりするからな、うん、いいですね。OGS はもう絶対酸素が出る2回が確約されてるわけね。これ3振り毒だな俺は。おいけいけ、あもう振り直しよ、こんなもん、こんなもん振り直しよ、こんなもん振り直しよ、笑顔咲く君に、おー毎回ぼち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 、どこ行くか、これはとりあえず移動で、うん、OGS 踏まない方がいいんだよな。3の、だね、3移動の4拾いでいいんじゃね。いいと思う、いいと思う、3移動で、で物資回収、手前拾い、うん、これでいい、いいんじゃないですか。
いいね、使い切ってるね、うん、ちゃんとね。ねえ。じゃあ、さんが例えば、ワンちゃんファンキーに酸素ボンベ渡して、自分が OGS2 枚また引くみたいな。あ、だね、いいね。うん、いいね、いいですね。じゃあ、とりあえず2引く、そんなに奥行く必要ないので。うん、あでも3いっちゃうか、ファンキーに渡すんだ多分2の方がいいよね、ムードメーカーで2の方がゾロ目出やすい。あーでもそれはそう、確かに、うんうん、これでこれでよし、あーまあまあいいよいいよいいよ、まあまあいいで移動して、うん、でも結構ね積極的に物資拾わないとこれダメだよね、なんかさっきので思ったけど、うん、まあ、足りないからね、うん、拾えるとき拾っといた方が絶対いいから。あこれさ、うん、2のとこ行って4拾ってで OGS いけんじゃんギリ。二三。ああそうだね。で、うん、でファンキーに渡して。そうファンキーにゼロで渡して。ゼロ。ああいい。神神それ神。いいんじゃない。神ムーブ。で、まあ賢いそれ。物資回収手前して。うん、いいですね。あでもルート、うん、ルート開拓は今回なかなか難しいね。移動して、うん、奥に。開拓入れてないから開拓をうまい具合に入れていきたいね。そうね。そうそう、俺は毎回するけど。で、ファンキーさんに全部出してもいいのか。いいんちゃう？あ、そう、2枚2枚安牌で引けるから、砂さん。うん。はいはい、うん、じゃあ全渡しで。で、よいしょ。あ、いいっすね。うんうん、あ、いいっすね。いいっすね。うん。で、ファンキーさんが毎ターンゾロ目出すわけだし。うん、だね。オッケーオッケー。オッケーオッケー、うん、はい、1枚、はい、1枚、ね、2枚ツッコミもしなくなった。あれしかもこれでサーフォークすると奥のやつがシャッフル、7分の2がシャッフルされてます。そうそう、疲れた、うん、いやでしょ、引いとけ引いとけ引いとけ酸素渡しし、そう、うん、ボンベ渡すよ、ナイス、素晴らしい、素晴らしい、いやロボットくんが遅れてる。確かにみんなが足早い。あ今回デメいいね、開くとむずいな、ね、これマウス、これどうすっかな、これむずいね、マウスからもらう、でも3だから、うん、あ1でもらえるのか、うん、これが一番だね、ロボットを先行させちゃって開くも戻り始めてルート開拓を物資回収するマン、うん、なるほどね、なるほどね、これそういう役割でもいいかもね、うん、なんか全員で言ったらそうね、あでもほら酸素ボンベ誰が引き上げるか、じゃあから俺が渡さないとダメだから、そうなんだから2で、だからどうしようかな、まあ、ここでボンベ共有するか、2のとこ行って、2のとこ行って、じゃあ何とから回収して、うん、で青くか砂ザメから回収できるので、うん、2個ぐらいもらうか。うん。スナさんの方が、でも俺、青、そう、まあいいか。うん、そっからしかもらえへんよな。ボンベ何個もらっていいかな、これ。1個行きつつ、物資ももらっちゃってもいいのかな。うん、そうだ、物資も、物資もらう、物資もらう。うん。と物資持ってってもらって。で、多分、ひらくも今後、物資の、あれ、ボンベを回収する機会が多分戻るとないので。うん。うん、2個は行っちゃっていいんじゃない？じゃあ行くわ。で、その後、うん、あの残りの4のやつとか回収する感じで行くわ。回収しながら戻るしかない。出目が悪かったらもうそのまま戻っちゃう。そうですね、そうね。これどうするか迷うな、これ。出目によるよな、これ。出目によるね。出目によるね。あ、きついね。あ、ファンキーさんの前に出てもうもらうしかないんじゃない？あ、でももらいで1いるから。あ、そっか、ダメか、そうやな。だったら命のリレー始まっちゃった。あ、命の、もう命のリレー始まんの、うん、これ。俺、だったらあのもう右のルート開拓してヒラッチの横立っとくから、あの砂さん、あ、じゃあもう私に来てしゃあないよな。うん、私に来つつ砂溜めが今持ってる物資とかも渡しちゃって、古川さんも戻りつつルート開拓するマンになる。そうね、うん、急に首締まったな、うん、いきなり首締まるわ。じゃあとここ、平地の横行くね。オッケー、うん、ファンキーマオが先行で物資を取るマンになるとか。さあゾロ目マンお願いします。このデメマジで大事だぞ。運命のダイスロール
いいんやけどな。いいんやけどな。まだいいけど、ちょっと待ってよ。回収する？回収するしかないな。あ、ちょっと多分砂亀行って左。砂亀から方便もらっちゃった方が良いのかもしれない。俺に渡すやつは。一個ぐらいやったらもらっといていいのか。一個ぐらいやったら。砂ザメさんの移動量がなくなんない？うん。砂ザメさんが1個あげて、フルコンさんにあげて、で、砂ザメさん動くようにいるから。うん、で、マオくんは次のターン、砂。あ、そうか、マオ。俺も死ぬよ。うん。じゃあ、これは2個か1個奥行って回収かな。うん。2個でいいかな。まあ、今一応最深部まで来てるから。うん。まあそれまでのみんながもっと手前で回収できたらいいと踏んで。ES も来たいな。ここ回収するわ。左回収するわ。うん。はっはっ。さあさあさあ。で今砂の根が立っているところの酸素補給をファンキー魔王がそれぞれするみたいな感じの多分帰り方になる気がする。ただ俺砂さんが先にいるから俺回収できないので、まあとりあえず出目だな。うん、まあ5はそう、5はいいんじゃない、5はいいんじゃない、ほぼ、678とかな。これまして魔王自分で OGS 置いて引くしかないんちゃう。OGS そうだね、もう一個 OGS がいるね、うん、これは、うん、OGS を手前かな、2連 OGS の方がいいか。あ、まあいいんちゃうかな。でもただ先、うん、先が多くなんだよな。あ、でも多分です1個、いや砂ザメのよりも前に置いてくれたほうが自分が多分戻り、この次戻るって行動するから、うん、じゃあ1個動いてから OGS やな、うん、だね。1の動いて目の前に OGS の置いて一歩動くとか、手前に置くよ。あ、手前、はい、まあどっちでも、うん、あ、どっちでもいいのか。そうか、関係ねえか。置いて OGS 重いな、整備士強いな。いいね。あ、で、で、いや、でも引くしかねえ。これ引けなかったら絶望する。またまた、うわー、最悪。ちょっと待って、ちょっと待って、これでどう。シラさん、いる、息ができない、助けて、シラさん、息ができない。そっか、確かに、息ができない、助けて。絶対、ちょっと待って、このターンに2人に渡すのか、うん、そうだね。ちょっと待って、マオ君に渡してこのターンに1枚使って、マオシーに渡して、俺にはひらっから、あ、でもラストのもらってとかになるもんな。うん、で3で、とりあえず3を出してフルコンさんかヒラ君の目の前に OGS を置かないと多分いけないんだよね、多分ね。そうやな、うん、マオに渡して OGS を置くやな。うん、マオくんちょっと2渡して、マオくん振り直しあるから2渡すわ、ちょっと。うん、うん、あ、ちょっと待って、やべえ、わかんない。あ、じゃあ、で、一旦このターンはいっぱい動きたいので3回します。はい、そうですね。うん、頑張って、多いやつ。あ、オッケーオッケー。うんうんうん、いいんじゃない。まあ、まあ、とりあえずマオくんには共有するのは確定か、このターン、うん、じゃないと死ぬ、うん、じゃないと死んじゃうので、これは確定行動だから、うん、マオくんに確定行動が2つあるわけよ。フルコンさんとマオくんに渡す。まずマオクは振り直しできるから、じゃあ2を渡します。うん、武士も持たせとく、もう帰る流れなら。う、ね、うん、じゃあすげえな、マオク酸素がないのに先に進んで武士を回収するっていうミッションがあるの。だな。これルーキーじゃねえな。じゃあ1個渡すね、武士。じゃあとりあえずルーキーと、あと多分だけど、ムードメーカーでもないな、これ。いや、でもルーキーは強いがあるから、ムードメーカーじゃなくて整備士なんかもな。移動して、うん、移動して、待って、1、2、次渡すのが1AP 必要なのか。うん、
フルコーさんの隣に行くのはもう決定事項だから、あ OGS を行ってくれたんじゃん。あ OGS 行く置くと、あでも別に俺とかが置いてもよくない？そうそう、まあ手目によるけど、単純に OGS で3使ってフルコンさんの隣に行くのに2使うと、ああそうか、フルコンさんに渡す 1AP がなくなっちゃう。お前やさあ1いるんか。じゃあとりあえず、いや確定のコードだけしたわ、これでこれで、はい、ありがとうございます。あこれで自分のラストタンクをフルコンさんに渡す。そうなんですよね。大丈夫、映画だったら死なないけど。でラストタンク渡して、あ俺も全部物資もらって帰るか。そうね、その方がいい。ルート開拓しながら、それいいかも。でフルコンさんが多分次いい出目を出して、あー OGS を置きながら帰ってくれるないと。あそういった最高やな。 あれちょっと待って、これで砂ザメ、砂ザメにタンクを渡すのはヒラ君になるのか。ああまあどっちにしてもフルコンさんに渡さないと終わるから、もう渡すしかない。ここは考えるターンだよ。ああ渡すんだよ。じゃあまず渡します。はい、で、このままだとヒラ君が砂ザメにタンク渡せなくなっちゃうので、うん、あ砂さん、うん、OGS 戻れるぞ、うん、いける。 OGS 帰れる、帰れる、帰れる砂さん。ナイス。うん、あとはもう5分の1引かないだけ。そう。引き渡し、ガンガンしてくれ。このターンマオフルに酸素ボンベを渡すっていう。そうだね。かっけえ、この石。いや、ナイス。ナイス。うぃー。それー。うぃー。いけるいける。イェーイ。もう一枚頼む。あたりあたり。まあ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 、よく頑張ったねえ。でも横に行くねんなこれな。あそうね、だから蓄積されていくんだね、時期嵐が、ね、うん、さあどうするやなこれ。さあどうしようかな、これでかいわ。うわー、これでひらくんはこれで酸素なくなるから、あ、まだ、うん、まだ1個あるよ。もう1個ある、もう1個ある、うん、もう1個ある、あもう1個あるか。いやでももうキロに着くしか多分ない。なさそうやよな。あえてよ、キロについても死ぬ、キロについても死ぬ。うん、あーそったね。うん、1,2 で次が 1,2,3。 あでもロボット動かせんのか。そう、あと俺もルート開拓しながら帰りはする。デメにもよるけど、ラインはキロ入った方がいい。もうでフルコンさんは多分次いいデメ出してOGS を開くの前に置けたりすると理想。ああそうかそうか。ああ、だから、うん、まあとりあえずキロでいい。うん。とりあえずA かな。キロで、でフルコンさんは多分、うん、OGS を出して、その OGS を自分で踏んで、いっぱい酸素を回収して、うんうん、で次のターン平くんがその酸素をもらうみたいな、多分そんな感じの始まりに。結局まあ全員いい目出しゃいけるでしょ。あ、ムードメーカーすげえな、やっぱ。お、ナイス。やっぱ言うことが違うな、ムードメーカーは。ね、でも今言ったことによって空気悪くなったけどね。なんでだよ。どうしよう。あー、ルート開拓、え、でも移動した方がいいのかも。もう戻らないと、うん、戻る？戻ろう。戻った方がいい。じゃあできるだけ戻った方がいい気がする。オッケー。うん。フルコンさんがいいで目指すから大丈夫。フルコンさんを信じて。わかった。じゃあ2使って4の一番最初のとこまで戻るね。はい。はい。で、俺これ結構デメ重要やな。これあのそれこそ OGS を置くっていう多分ミッションが。お願いします。あ6 6 6 6 6 6 6 OK。じゃあ、開拓しつつ OGS 置きつつ。うん、酸素カード補給できるとすごい素敵。うん、1、2、ルート、OGS か。ルート開拓もここにしちゃっていいんじゃないの？ヒラ君の前とかにできるとヒラ君の帰り道がすげえ。ああ。ヒラの帰り道作ってやんないといけないんで。ヒラ君の、すいませんね。3の場所行くね。そうだね。3の場所行って。今で、そうね。ラヒの右隣行って。あ、でも、そうすると。あ、いや、あ、いや、ここでいいんじゃない？ここで、うん、で、オディエス、ヒラフルコンの間に置いて、助かる。あ、そうか、そういうことか。はいはいはい。うん、オディエスをヒラフルコンの間に置いて、
はい、開拓すりゃいい。さらに後ろにルート開拓し、ん？違う、俺が踏むんや。ん？そやんな。うん。踏んでいい、踏んでいい。俺移動すな。だからルート開拓できるんだ。あ、でも俺が OGS 乗ってもいいのか。どっちでもいい。共有。OGS が多分。乗った後に共有できひんから。うん。だから、フルコンさんは絶対このターンに OGS を多分。ああ、ほら、間違えた。怖えな。待って、これ、ちょっと待って。ここに来なあかんけど。うん、これ、え、次ラーヒーが確実に OCS に乗れてでいいんやったら、うん、ラーヒーの右に置いてラーヒーどうせデコイ使って一マス開けれるから、うん、うん、そうね、フルコンがラーヒーの右でその真下にルート開拓して、いや一個足りひんねん俺さ、うん、例えばこれ右ルート開拓して、うん、あーでもそっか、うん、で、ちょっと123 OGS 置いて俺が乗る、お、うん、そうだよ、古子さんのマストコードは OGS 置いて自分が乗るを多分マストコードに多分そうなのよ、1個開拓したいんよな俺、うん、ここにさ OGS であかんかな、ね、ヒラ君の出目が悪かった時に、うん、古川さんから酸素をもらうっていう行動を多分次ヒラ君するなくちゃいけなくて、うん、出目が良かったら直接生還できるんだけど、で、だから OGS、 だからここ隣接してんのよ、だから、うんうん、あのこの左に OGS 置いてあの乗れば隣接してんのよ、え、ヒラ君は古川さんからもらえるの、それで2でももらえる、俺さ、はい、これ左に OGS 置くじゃん、うん、で踏むじゃん、そしたら、うん、あの最低デメでも絶対もらえる、うんうん、あ、俺が位置引いてね、隣に行けばね、うん、あ、まあまあまあ、うん、でもそれしかないか、確かにルート開拓ちょっとしておきたいなというのがあんねんな、うん、まあ確かに、うん、せっかくルート開拓まだ4つ余ってるもんね、見ると、1234、まあでもあれじゃない、あ、そっか、4を3で埋めて、あと1個をデコイで埋めたら3は全部埋まんの、うん、いや、生還はだいぶ楽にはなる、うん、うん、まあ、出目が悪かったらフルコーさんの隣に行って酸素補充するし、そうね、よかったらそのまま帰宅するし、うん、帰宅でいいしっていう、オッケーオッケー、そんな感じで魔王が開拓をするという、いや、これ武士、ね、がやばいな、よし、1,2,3,4,5 とりあえず1枚確って、はい、ナイス、はいはい、うん、こっから時期を引かなければもういけますよ、ウルコンさん、いや頼む、いけるでしょ、いけるよ、10分の3だからな、もうこれはやばこれは、うん、これやば、ヒラ君生還できるからって言ったら、うん、根性で帰るよ俺は、ヒラッチに根性で帰ってもらう、これ、おー、来た、神、神引き来た、いやこれなんだ、これなんだよな、ルーか、これなんだよな、やりてるね、じゃもう9回とかも、いやー、いつか最高の自分に、え、これもう武士回収しまくるムーブかな、回収するか、1個移動して物資2個回収して、ワンキーさんに酸素渡さないと誰かが、うん、で戻る、うんうん、1個移動の両隣、あ、隣、隣、隣の後、隣の後取ればいいんじゃない、こっちじゃないの、うん、ああまあ変わんないけどね、うん、確かにね、2個回収して帰るか、うん、帰っていいよ、うんうんうん、回収して誰かがファンキーさんの戻りの酸素を渡さなくちゃいけないだよね、うん、いやファンキーさん次9引くから一発で戻れるんじゃん、あ、確かに、おい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 神か、あれ待って、でもこれでもだって、あ、まあ、であれば神か、うん、OGS は置けないか、そうね、全部当たりだったら OK ってことが今一応ミッション的には、うん、あ、あ、そう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 、あ、まあ、3とか4とか1枚ぐらいあさりたいよな、あさりたい、帰りに、あ、多分マオスナザメファンキーが戻る最中にそうだ、ね、どんどん、うん、いや神だなこれは、神だわこれ、でかすぎるね、ルキです、よろしくお願いし、はい、もう俺かキロつかんと死ぬもんな、うん、
そうだね、フルコンさんの隣の4って、まあ、いや、真ん中より上やねんな。でも一応フルコンさんの隣に行って4を回収するみたいなムーブはできるっちゃできるよね。死ぬけどね、うん、あ、だからそれでツナザメが一個ずつ渡す、うんうんうん、あ、そうフルコン、フルコンさんは大丈夫か。みんなしても2個だから6か、うん、あ、俺大丈夫だ、うん、だから4はそんなに悪くない出目ではあるので、振り直しますか、6出せばいいんでは、これ、うん、おお1個戻って回収でもいい気はするけどね、男気、おお、ハハ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 ハ、あ、そうか、今のさ、うん、OGS 置くもありか、まあもう自分で置いて、ね、自分で引いて、ね、うん、で、でも次にかける。まあ、あるのは、まあ、でも自分がこう3、例えば今日そのためにでかいやつやれば、うん、真央くんに酸素渡しつつ OGS 置くみたいなムーブができるんで。あ、わかりました。それはマジ激強い、うん。とにかくまずお大きいやつを。はい。はい。お、でかい、強すぎ、はい、天才、このサメ天才、やばすぎ、意味タンクを共有、うわー、このサメ、このサメ強い、多分マウン2で大丈夫だよね、基本戻るんだったら、うん、いけるかな、2枚で十分だと思うよ、2枚で十分、あ、え、2、1個で大丈夫、あ、3、1個、確実に返すなら3、1個で振り直しあればなんとかなりそうな気もする、うんうん、任せてよ、なるほどね、いいんじゃない、じゃあ3、1枚渡して、うん、決定して、うん、はい、はい、で、OGS をどこに置くかだよな、6ね、うん、ワンチャン平君の前とかに置いた方がいいかったりすんかな、いや、ヒラッチ一歩でも早く帰れるように、むしろヒラッチより後ろの方がいいから、うん、そこでいいんちゃう、あ、でもそうか、踏み込みになるから多分歩数的には変わんないんだよね、あ、そうか、あ、そうか、スサンさんが乗るもんな、じゃあ、その方がいいか、できるだけ帰っといて、僕が、うん、2行って、2行って、うん、ああ、いいね、OGS か、 OGS 左側じゃない、どっちでもか、砂ザメさんの前に動く人で全員帰ってくるんであればどっちでもか変わんない、砂ザメさんが乗るから、うん、右側でもう潰しちゃえばいいんじゃないの、ラヒさんの右側も、うん、で、これ2マス動けるからどっちでもいける、そう、そうね、そうね、うん、2マス動けるから、うん、で、じゃあまあとりあえずルート開拓じゃなかった、OGS か、うん、OGS 起動をしちゃって、うん、うん、で、まあどっちでもいいのか、これは、うん、どっちでも一緒やね、置いから置いて、はい、で一歩進んで、うん、で砂さんがまた爆撃びすると、そうそうそう、で何かあったら砂ザメを隣接して酸素を取ってくださいという、砂ザメ分の2、やったぜ、9分の2、嘘だろ、嘘だろ、天才だわ、これでだって、もじゃあ次ちょっと、次フルコースででかいデメ出して OGS をなんとか置いて、いや、もう OGS ないねん、5個置いてる、ないないない、だからもうこのターンで全員せなあかんねん、さあ、ママ、いけよ、さっきね、どーすぎー、立ち回りやすいな、ドルメ出せばいける、きつすぎー、マンキーさんはドルメ出せばいけて、ラギーは、あ、ん、あ、ラギー死んだ、ダメだ、え、ヒラ君が生還するのは、1、2、3、4、5、5出せばいいのか、そっか、5出せるから俺、終わります、ま
まず平くんからガチ速し、これむずい、これもうこれ砂さんからボンベ取って終わろう、砂さん死んで終わろうぜ。あ、いやもう俺の横行って俺のボンベ取って終わりでいいんだよ、もう確定したから。罪だからな、罪やから。しゃあないな、フルコンさんごめん、俺行きたいからもらうわ。うわー、ひらこんなんだ、この売りもの、すまねー、物資まで。俺は返してもらうぜ。うわー、アモンガスだったか。それでも地球嵐の運が悪いな。いやー、最高に運の開拓が全然できなかったね。ねえ、だって5個も余ってるもん。そう、あとはエンジニアだっけな、あれ、エンジニア、整備士か。整備士いるわ。整備士いるな。ムードメーカーって整備士だな。泣きのもう一回いいですか、泣きのもう一回。いいよ、俺は。時間大丈夫。じゃあ、お電話いける。時間大丈夫。泣き大丈夫か、泣き大丈夫。全然いいよ。ちょっと、あ、いいよ。うん。あ、大丈夫、大丈夫。大丈夫。基本的にレジすぎるとな、リスナー困るんだよな。ぐち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 そうでもないとは聞いた、ベテランはなんかね。ああ、うん、アスリートはこれ絶対口悪くてゴミだろうな。じゃあちょっとでもエンジニア結構良かった。エンジニア良かったかな。やっぱエンジニア強いかな。そう、エンジニアやっぱ、うん、絶対強いと思う。うん、デコイ結構やっぱ便利だよ。うん、絶対ムードメーカーが運ゲーすぎたよな。いやでもね、奇跡も見れたからな。なあ、やっぱ QAP は強い。まあ、ルーキーまた見たいな、また。え、ルーキーでいい？ルーキーか？ルーキーやっぱ強いよ、やっぱ振り直し。ルーキー振り直しでかい。振り直しは、うん、いや、ムードメーカーもあるよ。うん。俺ムードメーカー見たいけどな。確かにな。ムードメーカーはやっぱチームにいた方が盛り上がるよね、やっぱムードがね。じゃあどうすんの？インベーターはいるぞ。医者、医者がおらんね、医者が。俺医者やる、俺医者やる。じゃあ、うん、はいはい、さし、あ、じゃあ戻すか。じゃあ B ボタン押してもらえると。うん、ファンキーさん、B ボタンどうすんの、これ。ファンキーさん医者、え、あれ、あれ、ファンキーさん、ちょ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 、役割なしはちょっと。B ボタン無職ファンキー。え、ダメなのかこれ。これもう、あれでもフルコンさんから戻れた。え、B ボタン押せると思うけど。ビボタン押したらこうなっちゃう。無職。無職やん。あれ？あれ？パスになっちゃうね。B ボタンパスになってるから。うん。なんか別のボタン、あれでもフルコさん戻れた。俺戻れてるからな。嵐で。うん、まあまあいいんじゃないのか、意思なしで。ムードメーカー全然、ファンキーさんムードメーカー見たいよ。うん、まあ意思なしはいけるな。意思なしはまだいける。1で。全然言うて1で渡せるもんね。1だからね。そうそう。でインベーター、あー、いいね。インベーターいるよね。絶対いる。で、初手エンジニアだよね、やっぱこれね。いや、でもね、思ったんだけどね、インベーターで先に道作ってロボットを、その、ルートで戦闘させるのがありかも。ありあり。最初の方がね、ロボットの通りがめっちゃ良かった。俺から行くわ。さっきめっちゃ遅かった。ごめんごめん。じゃあ、整備士3番手で行きますわ。じゃあ、OGS 送ってことで。はい。2かな、うん、ルーキーどこでもいいんだよな。呼んでいいか。うん。はい。オッケー。じゃあ、しんがりするわ。しんがりメーカーで。盛り上がる。じゃあ、任せろ。盛り上がるね。うん、俺が開拓してみせよう。完璧な順番だね。ねえ。完璧な布陣。見とけよ、見とけよ。30個もあんのか。3くれ、3。3行くぜ。初手3出したい俺で、めちゃくちゃルート開拓したい。おお、よし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 。まずまあ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 、もう目の前開拓します。で、開拓って何回もできんのこれ。1で開拓できんのが
1回だけ。でももう2回開拓した方がいきなり。うん、した方がいい。あとやる激アツ。もうこうするわ。はい。で、フルコンさんが手前埋められるように、俺らは出目がいいやつを引いた方がいいんだ、多分。うん、そうだよ。ね。飛んでいかないといけない、これを。パン。で、OGS をあんまり手前に置くと、帰り道が伸びるから。うん。はいはいはい。むずいね。ちょっといいんじゃない？よし。あ、ごめん、終了。はい。いざ？オッケーオッケー。で、SE が？で、ロボット。おっと。うわぁ。一番奥でもいい？ねえ、うん、がっつり先行でいい気がする。そうね、一番奥で、うん、いますで2個でいっか、とりあえずだね。あー、いいね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 。で、2AP にしてルート開拓しちゃう。ルート開拓、そう、あ、すげえ。お、いいね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 。これでいい感じじゃない？めっちゃ進むぞ。お、いきなり4までいけるやん、すげえ。熱い、熱いね。広めるなら拾っていいな。ねえ、じゃあちょっとパンでかいやつやっちゃうわ、もう。おっ、でーすごい。まずとりあえずいいっすね。ルート開拓をどんどんしちゃうわ、これで。うん、うん、うん、うん。あ、でも4は4か、潰さない方がいいかもしれない。4は2マス空きで、2マス空きにして拾えるようにした方がいいかも、1個ずつは。あ、そうだね。うん、1個ぐらいは潰してもいいけど。3は開拓できんのか。あれが物資回収してルート開拓っていうスーパーモード。あ、いけるわ。いけるわ。あ、できるできる。確かに。噛みすぎ。噛みすぎ。天才。うん。しかも OGS 奥。え、何あなた。いや、え、神。誰？しかも、すげえ。そんなに？やば。やば。何この人。やばい。もう怖いんですけど。怖っ。2個だから。ああ、ちょ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 。よかったよ、ルーキーで。ああ、素晴らしい。むしろ悪魔奥に振りかかった方が振り直しで回避できるからいい。これはただただ先行でいいか。そうだね。回収もできないんだよな。回収したかったな。でもルーキー事故が少ないからいいよね、うん、なんか。ね、サイコロ事故が少ないから。うん、4まで行っちゃうと、回収の、まあでもファンキーさんがめちゃくちゃ進むから4でいいか。ファンキーさんは絶対もう10に進むんで、今回。ねえ。結構やだな。さあ、ファンキーさんはどれ使う？3とかもう誰かにあげるぐらいの気持ちでいいかもしれない。波紋を練ってるね、今すごく。うん。俺のターン！見て、9進めんのやばく、超強えな。9強よ。いい出目なのよ。いい出目なのよ。なんだかよくばっちゃう。まあでも、進めるだけ進めるか。でもこれ、回収視野に入れるんだったら、隣接してないと、その間に入っちゃうと、物資回収が挟めなくなるから。うん、あえて読んで止まって俺とダマになって前に進んでもらうのもありかもしれない。ああ、うん、拾いたいかどうか、だから俺の 5AP 進むとさ、まあ5まで進むと思ったら別に最大でいいのか、最大でいいかな、まあ、いいんちゃう、回収してから移動もできるし、マウスか、そうか、誰かがね5の部分を回収しなきゃいけないんだよね、多分。そう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 ね。じゃあもういけるだけいった方がいい。マウスさんがいっぱいゾロ目出して前に進める人だから。なんて？ムードメーカーでしょ ?3 です。あ、まあ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 いい。これ回収する ?3 やけど。回収してルート開拓というムーブはやっぱ強かった、ね、だってさ、さっきのさ4回収した箱、全部外れやったで、マジ？あれじゃあ、あの3の上に乗っかって4回収するとかはだとね、その後ルート開拓できひんねんな。開拓は入れたいね。開拓はしたいよね。そうな。あ、じゃあ5進んで。ああ、でも、そうか、5は拾いたい。6か。6マナやろ。1で1で2勝。じゃあもう3にルート開拓置いちゃう。3にルート開拓置いて、3は拾わんみたいな感じの。3はいらん。分かった。で、それ拾っ、あ、拾わんか。
拾ってもいいかなと思ってんけど、拾って移動して OGS 乗るのはありかもしんない。せやねんな。あ、そうね、補給入れないから。そうそろそろ、補充しときたいっていう。そうだからね、まあ三役1枚回収しちゃうわ。うん、うん、意外と何バット開拓で開拓して、で OGS で1余ってるから砂さんに俺のあげちゃう。ああなるほど。あ、いいねいいね。時期は磁場は出ないという判断。物資はまあ持っとこうかな。ゲ、うん、そうだね。うんうん、持ってて。じゃあ物資は持っとくな。うい、オッケー。でこれでよし、はい、じゃあ引けるだけ4枚いっちゃってください。あ、4枚いただきますよ。いきますね。そんなもんね。よし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 、はい、いっちゃって、やっちゃって、はい、よいよ、もっともっともっと、はい、いっちゃって、やっちゃって、はい、おじいすかしといても絶対いいよね。酸素ボンベもまた使ったら増えるし。うん、よいしょ。オッケー、ナイス、今めっちゃいいじゃん。これでクリアできなかったらちょっときついんだけど、もう意味わからんよな。結構最限界の動きしてる気がするけどこれ、うん、今んとこ最適。ロボット君どうしようかな。右と左悩むね。うん、でも真央君がもしいい目引いたら4回収できんのよ。まあ、後ろ回収しりゃすりゃいいから、もしいい。じゃあアクセスよくするね。オッケーオッケー、いいんじゃない。うん、なんか、悩むね悩むね。3回収して次のターンその3にルート開拓するとか。ああ、まあそれでいくか。拾っていいと思う。じゃあ三とかあまり結局なんかルート開拓もその拾ったところルート開拓した方が多分そうね。うん、うん、そうね。多分このムーブじゃないときついんだろうな。ね。そう。じゃあ、とりあえず2で移動して。うん。ああ、まあ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 。で、オージーさんもどっかに置く。置き毒だよ、多分。もうちょっと先に置きたいかな。ファン君前に。あ、でも行けないね。移動で。真後ろかな。真後ろやな。じゃあ真後ろに、うん、よいしょ、行って、OGS を起動。うん、起動、はい、うん。じゃあこちらに、はい、でターンエンドと。オッケー。よし。さあ、ルキーさん。お口をやらないといけないので頑張りましょう。いやー、これはもうこれはこれはもう泣かしていくかな。これは6引いていい？いいよ6。はい、あ、まあ一息進んで拾えるというムーブがいいんじゃない？はい、うん、そしたら1移動して1進みで合回収か。合回収だね、うん、いいじゃないですか。素晴らしい。いや、めっちゃスマート。ナイス。で、フルコンさんがもう酸素配りマンみたいな感じになるのかな。そうやね。ムードメーカーさん。あ、ムードメーカー。ムードメーカー。ゾロ目出ちゃうな、これ。そうだね。いつか最高の自分に。ダダンダダンダン。あ、でも、あ、これ何もできねえな。これむずいなぁ。 OGS 置くワンちゃん、まだ3枚残ってるし。そうね、あ、 OGS 置きありなんか一応今3分の1だから、いずれ近いうちにどれか1個ぶっ壊さなきゃいけないから、うん、うんうん、なんかとりあえず犠牲になる OGS 置きたいよね。左に置こうか。じゃ あどっちでも。右だって多分腐る率ちょっと上がり、まあどっちでもいいか。まあ左にじゃ、うん、あんね、うん、だから魔王フルコンが回収した道にどんどんフルコンさんが多分ルート開拓するみたいな感じなのかな、うん、今後は。そうね。よっ、魔王でかすぎる。すごい、はい、私が神です。すげえ。魔王君の前をルート開拓するとかがいいのかな、うん、ね、俺魔王にまず酸素を渡します。うん、うん、あれファンちゃんもいるんか、酸素。何気に
何気にね、どうしようかな。まあ、OGS 戻りがあるから。あ、まあ、OGS 戻りあるから。じゃあ、ここで、マオシに、まず、うん、タンク共有で、どうしようかな。2を、2個あ、でも振り直しあるから3もらっ、3もらっ。あ、3あげた方がいいか。いや、3、1個あげるわ。うん。うん、で、いいかな。どうにかするわ。ね。そう、うん、3、2個で何とかしてもろって目の前の5を拾ってると開拓とかっていう紙ブーブーをあと 3AP なんよ俺なんでああそうか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 でまあ酸素後々拾う係あるんであればあんまもう物資あったらあれやしなあちょ待って俺さもうここマオスティにタンク全部共有した後、うん、1個左行って右ルート開拓した後 OGS 乗れるぞうん、うんうん、それでいいあなるほど、うん、あそれがいいだから一回戻ってタンク共有で、うん、マオシに全部渡して、うん、でこれで俺がまあまあ活動できるからうん、うん、これでマオシが奥でできるようになってで1個右に置くのね、うん、右に置く、はいはいはい、右にルート開拓をこれ強すぎ強いなこれ欲張りね欲張りよこれ欲張りす欲張りすよこれこれ強いでしょこれはマジで強いただ3分の1引いたらちょっと泣くタンゲさあそれはもうしょうがない、うんあとロボット俺の横開けといてとりあえずああここどうするかなうん俺ーこれロボットの移動場所無事ね邪魔になるからねどうすっかなロボットの場所無事まあ、手前かな4かな、いやそうだねちょっと帰るアクセスにもしちゃった方がいいかも5ぼちぼち回収そうだ ね, うだねもう手前側からかさらっていくしかないねうん怖えな、俺 OGS 乗るかこれ。うん。スナさんね、3以上引いてほしいな。ナイス。フルコンさんに酸素渡す役は多分砂ダメになるのか、うん、これだ。そうだね、うん。うん。どうしようかな。スナさんが俺に渡した後 OGS 置いてその上乗れたら最高やね。自分で補充できる。ヒラ君も左にルート書いて。開拓とかかしら。ああいいねいいね。ワールカイロカイ。うん。忘れてたわ。開拓して。で。これでも。ラッチも OGS 自分乗りか。どっちでもいいんか。あそっか。まあまあそっか。OGS。OGS 乗って4回収してもいっちゃいいんかな。うん、あそうだね。で OGS 乗って4。で4うんで、そうね、その回し、で、4回収して戻るっていう。うんうん。で、イラクは今からその戻る。うん。そうね、オッケーオッケー。うん、1個進む。あ、そうか。ん？うん。うん？これでいいよね。回収か。あ、そうか。うん。いいじゃないですか。うん。しゃあ、来てくれ。引くと。いや俺でも2個は確定か確定か、うん、ナイス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 オッケーオッケーオッケーどうするこれ引く引かなくていいんこれね奥の方に設置してここ8分の2っていう条件のやつで引き続けた方がいいかもしれないから俺こんぐらいで止めた方がいいかもで平君は今後バツのところにルート開拓しつつ戻って、うんうん、そうそうそう、うんあじゃあ、自分はまあフルコンさんに酸素を渡すのがほぼほぼ確定かな。うん。うん。あ、いいんじゃない？俺の横行って酸素を渡してもろって。渡して。あ、一個しかないんか。うん。で、まあでもどっちにしろここでめっちゃ引く予定。なので、うんフルコンさんにタンクを共有しのありがとうあラストタンクでこれで、うん、OGS を起動しので終わりやね自分がで終わりやねあ、乗れねえのかうんそうやねあ、そっかそっかそっかじゃあダメだだから
俺に渡した後戻らなあかんねんな、うん、戻って引かなあかんねんな、スナさん。あ、そっか。うん、タンク共有で渡して、は置けないのきついな、このターン。うん、で、まあ、文字図一回引くしかない、うん、これは。引くしかないねんな。で、うん。これも2連チャン時期はもうどうしようもない。ああ。9分の2を。さすがに。さすがに。ああ、よかったよかった。さすがにね。じゃんじゃんバリバリ、じゃんじゃんバリバリ、うん、じゃんバリしてください。じゃんじゃんバリバリ、じゃんじゃんバリバリ、じゃんじゃんバリバリして、うん、じゃん、いやいいね、いい。これ、いやこれがなんかもう、いや壊してもいいんちゃうもん。壊、あ、ジマを今のうちに引いちゃおうっていう。で、俺がまあ次で砂さんの横行ってもらうから。そうか。うん。そうか。か、あるいは。フルコンさんどんどん書いた左の4を取って×まあ出目によってはね、出目によってはいや、いきます。はい、おーすなざまも3足張りがかりになります。これ基本に3を取っといて2でうまいことやるわ前で、うん、うい、ま、見直しがなー、見直しこれは、ね、ここいや、おお、うんちっちもんちっち、うんちっちもんちっちやな。難しいね。まあ、進むか？まだ余裕あるしな。ハードあるし、ルート開拓、うん、あ、しちゃいけないか。俺もじゃあバギーで帰ってくるわ。うん、わかった。おお、あ、いいんじゃない？バギーで、だからその代わりめっちゃ取ってる。うん。え、何気にファンちゃんがラストやねんなこれな。が、うん、ね、でもファンキーは多分砂ザメが多分あれ酸素を渡しに行くので、ああそうか、で俺は、うん、もらいに行けばいいねんな。9プラス3で12か、12はすごいな。12動けるんでいっぱい回復ができる。ドーン。いや、まあまあいいんやけど。4回収する、4回収する、うん、4回収してルート開拓しちゃうとか。まあいいっすね。ああ、いいと思う。あんで俺の左立ってくれたら、あの確実に砂さんから俺もらえる。うんうん。あ、でもそしたらあれか。うん、俺ワンチャン回収がなくなるんか。回収は絶対無理。まあ回収は多分 しなくちゃ、そもそもミッションが多分達成できそうにないので。うん。だよね。ファンキーさん多分回収しちゃっていいような気はする。うん、まあ、スナちゃんが来てくれる。もう任せてくださいよ。はい。うん。よし。あ、うん、4回収。ちょっと待ってな。青くん、バギー乗ったら回収できなくなるから、うん、頑張って回収してから乗って。オッケーオッケー。あ、まあでも3枚あるから、3で1つで帰るよ、これも。これで、ああ、そう、ん？ああ、いいのか。ん？これで回収でいいか。ああ、で、戻る？うん。うん。はいはいはい。回収。んで？で、右に戻る。で、右に戻る。うん。よし。はいはい。うん、さあ、まず俺2やったらやばいねんな。3以上は引いてくれんと。そうだね。うん。あ、オッケー。危ねえ。今回はもうここでスネスナさんから、うん、もう生きるしかない。一個かな。うん。何もらおう。2もらっていいんじゃない？行っちゃって、で自分はもう今後多分酸素を置きながらそこに止まるっていうムーブを、うん、この後の2ターン多分やると思うんで。じゃあ2を2個もらうね。そうっす。あ、でもそうか、でもファンちゃんに渡すやつはあれか、2の方がいいんか。うん。あ、じゃあ3と2で。3スナさん使うとして、3スナさんが使っていっぱいなんか行動してもらうとして、で、ファンちゃんに渡すのは2で。はいはいはい。うん。いいか。いいじゃん。うん。よし。いやー、ルート開拓できませんでした。しゃあない。どんまいっす。難しい。うん。
あ、まあ、ここは逃げるように手前に引いてもいい。3を取りながら帰ってくれるといいのかな。ああ、なるほどね。ロボの場所どうするこれ。ファンちゃん、うん、ロボの場所ね。そうそう。だからあ、じゃあ、食われてるオージレス潰せばいいんじゃない。うん、いいと思う、それで。うん。ああ、でも4回収の起点にすればよかったかな。もう戻せないもんな。うん、あれ B で戻れる、戻れん戻れん、うん、あ、まあまあいいやいいや、うん、一応4は隙間あるから、じゃあ3使って3を回収ルート開拓戻るみたい。そうね、そうするわ。あ、いいね、でかい、いいね、はい、じゃあ3回収できそうだね、これ。あ、これ4回収できるのでは、普通に4、そう、ね、回収して戻れる、それは無理か、無理だね、うん、1、3、1だから、うん、待てよ、まあ4回収するか、うん、大丈夫かな、大丈夫か、これ、うん、できる、できるか、うん、できる、うん、で、ここでルート開拓すんのも、ルート開拓でも、マオくんのバギーが多分それと、そのルート開拓がマオくんが生還できた理由だったっていう、あとあと頑張るわ、これは俺が頑張るわ、ありです、ね、次のターン OGS 乗っちゃっていいかな、ルート開拓して。そうだね、いいよ、うん、こうしよう、アクセスよくしよう。あれ、うん、はいはいはい、お、うん、いいんじゃないですか、いいんじゃないですか、オッケーオッケー、うん、でここで、ま、絶対砂の目はもうファンキーに渡さなく、渡す行動するとか、で 3でたくさん動くマンになって、まあとりあえず、うん、まあ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 、まあ、いいじゃない。で、まずファンキーさんに、うん、最後のタンクを共有します。うん。あざーす。アイス。よいしょ。はい。はい。で、で、OGS を絶対置く必要があるので、うん。ちょっと待ってね。位置移動を。俺の位置も運命握ってる感じしてこう震えてきた、ね、うん、マオくんはもう酸素渡す必要ない、もうこの3つで帰ってくれて、帰れなかったらもう諦めてくれなるほどなるほど、じゃあ OGS を起動しちゃいます。うん、OGS を起動して、うん、あ、じゃあこうして、うん、で、あ、そうか、移動する、そうやね、移動で物資回収できんな、あ、回収できん、これ、うん、あー、あ、1個進んでもうそこ潰しはありやで、うん、で、ルート開拓、うん、うん、OGS の上乗って、うん、で、4はまあもう開拓しちゃうはありやな、うん、あー、なんか砂溜めファンキーが戻るようにって、そう、4、5、6、7、そうだね、もういいんじゃない、潰して、うん、いいんじゃない、4、5、6、7、あー、うん、で、ヒラフルコンが3を回収しつつ、そうだね、そうだね、あ、じゃあここ潰しちゃって、ういよし、じゃあ酸素補給を5分の2やからな、結構危ない、きついな、頑張れ、結構危ない、ランス調整した方がいい、多分、ええ、ランス、ね、1枚は引いてほしい、頼む、時期やめて、時期でし、よし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 ナイス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 、あー、もう1回、あー、行っちゃい、後ろ、うわ、もう壊しちゃってもいいよ、じゃあ、うん、壊しちゃう、あ、いいいいいい、あー、OKOKOK、 これまあまあむしろいいタイミングかもしれん、そこ壊すのはね、えで俺はもう3は帰宅用に取っとかないといけないから、バニーで終わっちゃうのか、うん、ターンが、うん、だからその前に2で2目出して回収したいね、そうね、うん、回収はしたい、あー、回収だけする、あ、じゃあ振り直せんねや、うんうんうん、あ、そうか、ナイス、いやでも回収だけして2でバギー乗って3で回1回で帰るっていう、4以上出ますよ、もうありかもしれん、4以上出ますよ、もうちょっと欲しい、もうちょっと欲しい、頼まい、あ、よし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 、じゃあ移動を進んで回収、うん、あ、一歩進んでで回収、回収とな、で、うん、まあどっちでもいいか、奥、せっかくだから奥の方取るか、いいね、うん、あ、でも、あ、どっちでもいい、どっちでもいいや、
到達できひんから、うん、そう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 、そうそうそう、奥で見ちゃう。最後マウ君その3の出目でバギーで一気に帰るの熱いのはいやこれいけんのいけんのわからない、マウは死にましたわからない召喚できるかどうかで多分これじゃあ俺できるだけルート開拓を、はい、あのマオ君のためにとにかくルート開拓しとかないと、マオ君のバギー3のサイコロだけで生還するので最後、ね、一番遠いところからちゃんは OGS 乗らなきゃいけなくて、うーん、あるいは砂ザメから2をもらって移動とかでも、うん、良いのかな、うん、ああ、そうさせてもらおうかな。ん？あ、あれは、ちょっと待って、一旦もしこれもらうとするなれば、ルーキーが一番奥地まで来てんのちょっと笑ってしまう。あのルーキーただもんじゃねえ。うん。あ、回収できへんな。うん、回収できへんねんな。あ、じゃああるいはあの一歩二歩先のバツにルート開拓して OGS で戻れるっけ？あ、戻れないか、無理か。戻れないね。だからまああれだ、砂止めから何ももらわなかったらいける ？2AP のところ止まって、あのその目の前ルート開拓してそのまま OGS 引いたいんじゃん。これで帰ってくるか、ちょっと物資少なくて申し訳ない。いやいや、うん、うん、いいよ、ルート開拓で、うん、ちょっとみんな、ね、みんな手に職なのに一人だけムードが良いっていう。まあね、まあ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 、いやでもこれはいいんちゃう、うん、次確定で位置引けんの、うん、うん、ちょっとデカめで3でもいいから、おお、あ、3か、3で、じゃあまあとりあえず俺は、ここまず移動して確実にルート開拓1個して、これでルート開拓終わりです。あれでもルート開拓です、ルート平君が物資回収、うん、3ができなくなるとか、あーそうね、1,2,3,4,5,6,7,8、うん、でも次のターンなんかいい出目引いて OGS で隣の OGS 乗って4回収しまくるっていうのもありかも。うん、そうだね。あ、そう思ったけど思ったより余裕ねえわ。もうあと1個だわ。うん、うん、そうね。で、俺ここ止まるわ。おお、いい。うん、で、うんうん、次ラストがあのワンチャン4、5出たら3取って帰りますって感じかな。うん、うん。3は、うん、うん？うん？ 3、あ、フルコン3がってこと？うん。はいはい、ああ、なるほど、そういうことか、そういうことか、はいはい、うん、オッケー、そうだね、うん、あ、4だね、4回、はいはいはい、うん、あ、で、6出たらさらにルート開拓して、あ、もうルート開拓終わりや、ちゃうわ、ああ、いやー、どうすっかなー、でかい出目をまず、イラ君が出すと、うん、4回収して OGS 引けるかね、あるいはもう、閉館しちゃってもいい、うん、いいと思う、うん、うん、隣、とりあえず隣の4に移動させて、うん、そうね、でかいやつを引きたい、うん、4、まあ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 、でもいいよ、そうか、帰るか、うん、あ、帰ろう、帰っていいと思う、そんな、帰る、帰れ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 るよ、帰れるよ、よしよしよし、回収回収、あ、回収、あ、帰った方がいい、帰った方がいい、帰った方がいい、え、帰った方がいい、帰った方がよくない、1個でも一個でも多く取ってさ、もう帰っ、次のターンで帰った方が、うん、次のターン、砂さんがね、あと1個やから、あの砂ザメが多分ね、ヒラ君に渡す酸素がないんだよ、多分そこで、あ、まあ絶対引けるけどね、1枚ヒラッチ、あ、そう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 、うん、あ、そういうことか、そういうことか、ヒラ君がここで引くのね、はいはいはい、うん、キロが3で買えるかどうかか、あとは3、いや、いけんじゃない、うん、で、あと、まあ、そうなんよな、やってみるべ、確かに、まあ、まあ、アンパイ行くなら、うん、ただ次私が多分あの自分で OGS を置いて時期を引いてしまったら砂溜めにボンベ渡す、あ、そうやわ、うん、いや、なんか帰った方が安泰な感じはするな、帰る、いや、帰るわ、帰るわ、今コメント欄ででも酸素がってコメント、そうやん、どうしよう、帰ろう、オッケーオッケー、ナイス、いや3つ上出来よ、ほんまに、
十分じゃん。一番最後にあのマオ君がバギーで帰るっていう。いやー、一番激アツシーンよ。一回激アツのシーンを乗り越えなくちゃいけないので。ね、じゃあ私がまずは、うん、じゃあ2を振ります。はい、あの宇宙ベースではあの酸素給油ポイントがないってことで、はいはい、これで、マオクはもう OGA さん踏まないのか、うん、でマギー乗っても踏めんのかな、まあ、踏めるんだったら踏みたいけど、あの OGS 踏んあルート開拓できんのか、なるべくマオくんの最後の激アツバギーのためにルート開拓しときたいんだよね。そうだね。でも、まあ、開拓もうないよ。ないよ、ね。ないのか開拓。ああ。だからむしろ OGS 置かない方がいいんか、もう帰っちゃって。OGS 踏めんのかなバギー乗って。それが分からん。踏めないっぽい。あ、踏めないの、じゃあ無理無理無理。じゃあ置かない方がいい。だから、どうしようかな。戻りの。戻りの OGS に乗るとりあえず、うん。うん。そうだね。で1枚鑑定でガス引いてみて、そう思ったね、うん、でもうちょっと粘れたら隣の4回収して帰ろう。あ、そうだね、それで、うん、あの隣の右隣の4を回収でき、次のターンに回収できたらいいよね、うん、そうだ、あのマオがバギー乗った時に俺ら残ってる方がいいのよな、あの、うん、そうね、そう人も踏み台にできるから、そうだ、ね、だから粘れるんであれば粘った方がいいね、これで終了でいいのかな、うん、終了で確実に1枚ボンベは引けますっていう状況か、うん、せめてバギーやりたい、 OGS3 引けなくて死にたくない、 OGS どうする、いやでも OGS やっちゃうとマオくんが1マス多くなっちゃうから、ね、うん、やめとこう、うん、それがやめとくか、じゃあ3送球、うん、まあ、ワンチャン砂だね、次もまたマオくんの前に1回動けるんで、 それで、なんか酸素的にきつかったらもうギャン引きしてもいいんじゃない、うん、ギャン引きギャン引きでいい、うん、ギャン引きしかない、ギャン引きでいいんですか、とりあえず13分の3で、うん、恐れることはない、よし行こう、酸素、まあ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 、どん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 、うん、ファンキー、これはこれさパンパンでさこれマオ普通に砂さんに酸素もらって帰ろうが安パイあるよな。ちょっと1回振って考えて、まずは風呂、まずは2振って考えよう、まだ2振って666、そう最後の激アツバギー、いやーこれさあるんだよな、なんかでかいでかい、えこれさ、うん、普通にこのままでいいよね、この5でいいよね、これはうん、そのまで戻っ2個戻って1個回収して、で、うん、次砂さんに酸素もらいながら帰る方が安パイやけど、どうする、泣きませんけど、皆さんに聞きます、僕は皆さんに聞きます、バギーワンちゃん見たいか、仮にバギー乗った場合何マス出さなくちゃいけないのかな、これ、うん、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 だから6,7,7 7もうでかいよ、7 デメが2倍だから、あ7 今冷静に考えたら2,2,3出さなきゃいけないのか、そうだよ、振り直しできるとはいえ、冷静に考えたら多分もうバギーちょっとあのクリアしたいから戻ろう、うん、を回収しよう、なんかバギーで気がしちゃった今、なんか砂ための危機を生かさんわけにはいかんな、うん、そうやね、そうやね、これ2の3でいいよな、二の三回収、うん、で回収でいいよ、ね、で砂溜めが前に積みながら真央、ああでもそうか、真央くん次三振り直せんのか、うん、じゃあそう、あの、うん、そうだからそっち行けるから、真央くんが3振り直せた時に砂溜めの隣に並べるくらいの位置に自分がいればいいのか、うん、うんうん、そうね、うん、はいはい、もうあとはもうみんな帰ってもらって、ファンキーさんもいや、うん、1,2,3これ初クリアあるの、あーおーおーおー無理した、怖っ、バビーびっくりした、ムードメーカー負けたかと思ったよ、死んだかと思った、やったー、怖い死んだ思った、あと1本どころで死んだかと思った、今危ねえ、やば死んだか思った、
もうこれ帰るしかないね。やることない。帰るしかないね。ナイス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 。フードメーカー。フードメーカー。よし。なんかでかいの。あ、いいね。これいいね。帰る。いいね。回収してから。いや、ルート改革もうないから帰るだけや。帰って終わり。ナイス、ナイス、ナイス。俺ら二人一緒に来て帰ろうね。いや、帰ろう。行けるぞ。二人の立ち回り次第やね。でかいでかいでかい。青くんに渡す。青くんに渡す必要があるから、自分はそこまで戻らずに四を回収しつつ、四を回収する。待機するみたいな感じ。三引いて、うん。じゃあ3使って、うん4を回収します。はい。はい。はい。よいしょ。まあ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 物資回収は確定で、うん。で、はい、4取って、で、真央くんが次3で、振り直しをすれば、3、4、5、もういけると思わないといけないでしょ。あ、ていうか、そう、横開けとかなあかんから、そこ行けよ、こっち。あとか、もう、あとか、ステイでいいと思う。ステイしかないのか。想定数、左に置いてもいい。想定数置いて、そう、拡張。うん。左に置いてもいいかな。左置くか、右に一歩ずれるか。あ、拡張してもいいね。あ、おじいさん、左かな？うん、左にじゃあ置きます。うん。真央くんが、ピンゾロ111を2連続出さない限りは大丈夫ってことだよね。もうそんなこと言うな。うん。OK、OK、OK、OK。で、なざめ先輩、なざめ先輩。移動はしない方がいいのか。1、2。そうだね。マオ君が。いや、両側、まあ、どっちも。いや、移動はしない方がいい。だって伸びるもん。ああ、そうか、そうか、そうか。OK、OK。そのままでいい。これ終了で。2、3、4、5。さて、まあ俺はとりあえずまあ気楽に振って、ああ、え、いや振り直す、あ、いや、もらえ、ダメじゃん、1、2、3、4、5で砂ザメさんが渡してくれれば、あ、で自分が真央くんに渡すっていう、あ、そうやね、これ安牌で5に横行っといた方がいいな、うん、これ4以下が出たら、4以下出たら終わりやから。だからじゃあそのままにしよう。もうこれ最低ライン。ギリギリの戦い。バギー乗る。ちょっと勢いで乗るとこだったね。いや、なんか絶望的だったらバギー乗ったこっちでいいかなって思ったんだけど、こんなにいけるかもしれないという状況になるとは思わなかった。で、2でいいんちゃう？ 2 でいいか。はいはいはい。あとはね、まあ、ちょっと OGS 乗れるしね。じゃあ2位振って、マオ君に3は出せるか安牌なのかな、多分。うん。そうだね。じゃあダイス、振って。でかいね。でかいね、これは。あ、じゃあこれ、2個渡して自分帰宅できるんじゃない、ワンちゃん。え ?1、2、3、4。あ、いけるわ。おお、天才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 。アナログ部はこの人が作りました。やっぱアナログ部なんだよな。アナログ部長。名前だけでも覚えて書いていただければ幸いです。天才、次マジで強い。それでも、あの映画の最後の見せ場だとルーキー多分3の酸素ボンベ壊すよ。ルーキー、もうそのオゼスもいらない。うわー、あ、いいですね。でかっ。11あるボン、さすがに。11物資があればさすがにいけるっしょ。いけるんちゃう？でも、いける、いける。もう回収できるとこもないしな。帰るしかない。戻って4を回収するって鬼畜ムーブぐらい。じゃもう帰るわ。帰ろう帰ろう。いやー。うわー。押しになった。危ねえ。やったー。よっしゃー。やったー。もうあとは回復。回復。帰還。おかえりー。帰還で。帰還します。さあ、いけるか。結果発表。そうだ。もう拾ったぜ。お願いします。
1! 3から2個引いてる怖ねえ3! はい4! 5! 6! やったやばギリギリやん熱すぎやばすげえ危なギリギリエモすぎ熱すぎ難易度高っかそうこれ最低難易度やからねあこれでマイナス2とかおかしいっしょそうだよ嬉しいこれでも嬉しい危ない最後の、うん、初クリアカオ君のやつがバツだった時ちょっと絶望しちゃったそう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 やばいこれやったでもなんかムードメーカーさんやっぱ持ってたねさ持ってた、ね、持ってた持ってた映画の多分回収してきたやつが当たりやった、うん、多分気づいてなかったんだろうねあと1個回収したねえ持ってた俺そうそのやついやーけどこれもう最大金星はフルコンの3に2枚が武士やあーあしかも俺最後最後おまけで持って帰るつもりやったやつやもんな1個持って帰れたってマジでそうや強いわねえ、うん、うわー当たりだなこれ成功初めて見たよね俺もよあ無料だわねえいやなんかフルコンさんも言ってたもんね、せめ一回クリアしてみたいって。そう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 。よかったー。むずいこれもう。やっぱ沼だなこのゲームやー。このゲームやべえわ。嬉しい。砂ザメさんがさ、ベテランの砂ザメさんがさ、あのルーキーが俺はバギーに行ってる時に待てって止めとる。でもね、どっちかっていうとバギーに乗ってくれ派だった自分ちょっとだけ。ヒラクミが冷静だった気がするだけど、バギーで乗ってんだっけ本当にみたいな感じ。いやこれは嬉しい。これ五人のこのなんていうの思考を並列化してやっとなんかこう解けた感じがしたね。うんそうね。やっぱり全員ちゃんと回転させて。最後はなかったね。そうバギー7出さなくちゃ帰れないっていうのがちょっと最後。そう。当たる気良かったわ。雰囲気に飲まれそうになってたからね。で結局あの3個振って出てたん5やったから死んでたよ。死んでたわ。いや命のリレーだったな。いや最後やっぱリレーってエモかったわ。めちゃくちゃ嬉しい。最後脳汁めっちゃ最後の、うん、ムードメーカーのやつをペラッとめくった瞬間が脳汁めっちゃ出たの。超気持ちよかった。最後これファンアートですわ。いやーねこのいやあ。いやーよかったーマジ嬉しい。これ面白いな月面面白いでしょ。うん、いや面白いこのゲーム。これ次沈没戦とかもやってみたいね。ああ、うん、沈没戦は対決だっけこれ。対決、うん、一応対戦、うん、いやーでもあともう一回これまたやってみたい機会があった。そうだね、うん、今これでもあの脳汁がちょっと癖になったわ最後は。これやばい。初めてカチンコ、カチンコ初めて打ったのかな。多幸感に包まれた。すごい時にめちゃくちゃむずいからね。ねこれすげえ手応えのある生放送した後の感じがするわ今。あのすぐ眠れないやつだねこれなんか。あすげえファンキーの。ファンキーのゾロ目は1秒絶望したね。確かに。寂しいんだったわ。また酸素ボンベ落とさないどうやって出そうみたいな感じが。サンコロだったら終わりだと思ってた。あれはもう完全にヤバいバイアスが全員かかってた。終わった。いやームードメーカーでよかった。ねえ。そうだムードメーカーのこと忘れてたもんすっかり2位ゾロ目だった時。そうよ。いやこれ。あよかったです。いやありがとうございました。じゃ あ皆さんまたやりましょうってことでおのおのの配信を始めて。はい。ありがとうございました。
というわけで、もう疲れた。めっちゃ良かったね。やっぱムードメーカーなんすよ。うん。ね。整備士必須やな。いや、てか全部必須やったな、普通に。ね。いやー、マジで良かったわ、これは。そっか、ムードメーカー3以上確定っていう考え方は強いかもね。確かに。うんうん。最低出目が出ないんよな。ね。いやー、お疲れ様でした。そう、クリア初めて見た、嬉しいわ。うん。こんな感じで、また日々楽しくやっていきますので、今後ともフルコンチャンネル、よろしく、フルコンチャンネルおよび皆さん、よろしくお願いいたします。うん。明日なんかあったっけな。11日。明日なんもないね。うん。あさって、恋人たちのアマンガスやりますので、よろしければ見に来てください。恋人がたくさんいるアマンガスでーす。ではでは、バイバーイ。そうね、チャンネル登録、高評価などお願いいたします。面白かったら。バイバーイ。ありがとう。